はい、ね。はい、開始ね、30秒ぐらいで、ね、だいぶ見る人を減らしたと思うんですけど、あ、オナさん、こんばんは、楽しみですと。ね、楽しみにしてくれるのはありがたいんですけど、ね、もう、ボンパイさん、こんばんは。ヒロさん、こんばんは。もうね、変顔というか、もうこういう顔ですよっていう感じでいきますから。うん。ゆうとさん、ごめん。昔の動画上げてた頃の入りです。ちょっと久々にね、ちょっと初心を思い出そうかなと思いまして。で、今日はね、あれなんですよね、めちゃくちゃ暇で、仕事休みだったんですけど、もうね、暇で暇でね、もう配信やるしかないなっていう感じでね、ちょっとまあまあ皆様にちょっと暇つぶし手伝ってもらおうかなというところでね、どうせ暇でしょっていう感じで、どうせ今見てくれてる人も多分暇だと思うんで、30秒ぐらいじゃウォールマリアな。いや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 、まあね、お察しかと思うんですけど、あのね、今日配信やるにあたってね、何の武器も持ってません。ね。何のウェポンも、持ってませんので、もうね、トークの話題にこと書きまくりね、今日は。何にもないから、今日。ただ、本当にもう、このままずっと家にいるとね、暇で本当、頭おかしくなりそうだったから。たまには手ぶらで行きましょう。いや、もう毎回手ぶらみたいなもんなんだけど、もう今日は本当にもう何にもない。何にもないです。もう今日は、でも、本当にね、何にもやることないし、何にも見るもんもなかったから、本当にもうどうにもなんないよかったんですよ、今日に関しては。皆さん、こんばんは。いろんな人のスイカゲーム見てるくらい暇。そう、スイカゲーム、人様の、スイカゲームを見るようになったら、もうね、もう、ダメよ。もう人様のスイカゲーム配信を見てるようじゃ、もう、もう生きてるとは言えないかもしれないですね。死んでないだけ。本当に。いやー、しかし本当にどうしたもんかね。手取り中に言われたら、こんばんこんばん、いやいや、小川さん、こんばんは。まさかの配信でめちゃくちゃ嬉しいですと。ありがとうございます。ね、嬉しがってくれるのはありがたいんですけどね、おじさん何もないですから。話すこと今日ね、もう事前、あらかじめに言っておくんですけど、ごめんなさい、本当に。何も持ってません。ね。いやー、だってさ、もう、ドラケウォークというゲームをやらせてもらってるんですけど、もうね、暇でしょうがない。もう、なんか新しいゲーム、本当になんか探そうかなと思ったぐらいで、本当になんか暇。おばさんも暇してたんで大変助かりました。そう、暇。いやいや、あのね、暇なのよ、今日、本当に。何にもないのよ、今日。びっくりしちゃって。だからもう途中から、なんか、YouTube で、なんか、猫が、死にかけてる猫を、が、なんかその、救助で助かっていくみたいな動画を見てて、感動するんだけど、なんか病んでくんだよね。病んでいく。
なんかその猫が弱ってる姿とか見ると病んでいくから、これダメだと思って、もう生配信するしかないと生配信してもう35歳の生き恥を晒すしかないと、そっちの方がまだマシだという決断に至りました。今日は何にもないんです。今日はあの動画見れなかった。いや本当ね、ごめんなさい、ポスト X にポストしておいて言うのもなんですけど、見ない方がいいですめちゃくちゃ病みます。うん、病む。ごめん、もう今度から俺もやそういう動画はあのつぶやかないわいやでもね、猫ぐらいしか YouTube で今見るもんないのよ、正直。しょうもないじゃん YouTube もう YouTube がしょうもないじゃん。もう猫だったらなんかこう何のなんかね、何にもこう不純物なしで見れるからいいんだよな。一切のストレスがかからない。無邪気に見れるじゃん猫は。そう、なんかどこぞのね、なんかドラクエウォーク YouTuber の動画とか見るとやっぱあの確実にイライラしますからね、確定で。この前のワンコはいい飼い主さんに会えて、天寿全うしてよかったです。あの日ね、あの下半身が動かない犬ね。いや、なんかさ、ああいうさ、動画上げるとさ、なんかその動物を助ける系の動画とか上げるとさ、なんか必ずなんかコメントでさ、なんか偽善はやめろみたいなことを言われるけど、いやあれほんと立派だよね、素敵だと思うわ。なんか別にさ、お金のためでも何でもその撮影のためでも何でもいいんだけど、命を救ってるっていうのはまあその事実だからね。うん、僕も今日休みだったんで、小賀さんの8ヶ月前の肉球ロッドぶっ壊れライブ見てました。めちゃくちゃ楽しかったです。俺、肉球ロッドぶっ壊れなんか言ってないと思うんだけど肉球ロッドぶっ壊れって言ってないっすよ。12万さん。ちょっと、誤解を生むようなコメントはちょっと、差し控えていただいて。肉球ロッドぶっ壊れ、むしろ俺はこんなもんは引かなくていいって言ってたからね。うん。北野さんこんばんは。今日はドラクエの話以外、いや別にドラクエの話でも全然構わないですよ。ただドラクエのウォークのこと別に話すことないじゃない、今ぶっちゃけやることないから虚無なのよドラクエウォークが、虚無なのよ、だからまあドラクエ以外の話も話していかないとやっぱこう間が持たないよねという今雰囲気になってますから。あ、北野さん、そういえばあれだな、ガチャおめでとうございます。なんかめちゃくちゃ神引きしてたよね。うん、よかった、春が来た。本当に結果救ってるなら問題ないとか、もうめちゃくちゃリスペクトだけどね。おい、ああいうなんか動物をこう動物の命を救ってる人、うん、リスペクトしかないよ。ぶっ壊れの反論ライブです。あでもさ、最近さ、ぶっ壊れおじさんもそんなに湧かなくなったからさ、なんかやりがいがないんだよね、やりがいが。ぶっ壊れおじさん、そのガチャ引けなくなったから、その動画上げれないからさ、なかなか湧かないんだよ。今日は3時間半の予定でしたねいや、わかんない。今日これアーカイブに残るかどうかもわかんない。本当に。どうなんだろうね。まあ、皆さんのコメントがあってこその。もう、怖いんですよ。いや、暇すぎるから生配信やるってなった、いざ立ててみたものの、その、何の武器も持ってないから、丸腰なわけよ。もう裸、もう全裸みたいな状態で、敵前に出てさ、みたいなもんだから、
ね、怖いわけよ結構こちとらね、うん、もう本当にありがとうございます。いや探検だけです。まあ探検だけでも、いや武器が当たればもう神引きよ、ドラケンウォークなんてもんは。武器さえ出ればいいわけだから。あのね、なんか勘違いしてる人いるけど、ドラケンウォークというゲームのことについて、あの大当たりがさ、ピックアップの 2% だと思ってる人いるでしょ。そのほら、虹爆が出てくる確率は 7% じゃんね。でも 7% のうち 5% はピックアップじゃなくて SP だから外れだと言ってて、 2% は当たりみたいなことを言ってる人いるんだけど、違うから、当たりは 0.5% だけですこのゲーム防具も外れ、ピックアップでも、うん、そんな感じよ。だから当たりはあくまでも 0.5%、 200分の1なんで、そこを勘違いしちゃいけない、うん、もう武器さえ当たればもういいんだから、このゲームは。なんだって逆になんか防具が当たったってしょうもないんだから、うん。今日は皆さん超積極的に行きましょうどういうことどういうことなんですか、ちょっと超積極的に行きましょうっていうの。そうバンバンね、なんか何でもいいんで、どんな些細なことでもいいんで、もう本当になんかコメントしてください、お願いしますじゃないとじゃないとおじさん困っちゃいますね。うん、せっかくね生配信しようって思って立ち上がってみたものの、なんか地獄みたいな空間で終わったら本当もう立ち直れないんで、うん、そうそう防具は外れです、そうそうそう、お願いします。なんか最近どうでした、どうでしたってか、どうですか皆さん、最近の日々は幸せですかね。なんかありました最近面白いこと、なんかドラケンウォークのことでもいいし、別になん関係ないことでもいいんですけど、なんか最近のこうなんか目新しいなんか話題的な、なんか時事ネタ的な、うん、俺知らないんだけど、別に時事ネタ全く詳しくないんだけど、ホロ酔い用意したらよかったのにね。ホロ酔いなかあったんだけど今なかったって嘘つこうとしたけど、いややっぱあったっていうのがあったから、あったんだけどさ、まあね、そんななんかアルコールねこまめに摂取したい方じゃないからね、やっぱライフガードが勝ったよね、うん。好きな豆の種類聞いてもよろしいでしょうかいやピローさんさ、ピローさんさ、いや確かに僕はどんな些細なことでもいいんでコメントお願いしますとは言ったもののその好きな豆の種類はちょっとさすがにしょうもなくないしょうもなさのレベルがすごい8億レベルぐらい、正直好きな豆の種類は、うん、まあもう豆は何でも好きですよ、大体好き、豆は全般的に好きです、うん、何でも好きよ、結構好き嫌いはある方だけど豆は好きよ、うん、私はピスタチオ。ピスタチオって何なんですかピスタチオってなんだ、俺食ったことないかもしれない、ピスタチオという食べ物を。ちょっと調べてみるわ。ピスタチオってなんか芸人しか知らないわ俺。8億レベルいただきます。ああこれか、ピスタチオか、これか、なんか食ったことないな俺。あ、食ったことないかも。うん。やっぱ枝豆でしょ、うん。別に豆トーク膨らまさなくていいんだけどね。豆トーク。は別にそんな掘らなくてもいいんだけど。うん、まあ確かに枝豆うまいっすね。枝豆うまい。いや俺結構ね、小豆が好きなんで、甘い、なんていうの、豆を煮込んで甘いやつあるじゃん、甘いやつ、なんていうの、あれ好きだわ、うん、お汁粉のあの感じが好きだわ、うん、わかる、お汁粉のあの豆が好き、甘納豆はちょっと微妙かもな
甘納豆は微妙、甘いは甘いでもちょっと甘納豆はちょっと微妙っすね。そう、小豆が好きだから、多分小豆、うん、小豆ね、うん、小豆がいいな、豆は一番な。もうね、こんなね、生配信冒頭からまだね15分ぐらいでもう豆の話し始めてるんで、もうね、もうわかるでしょ、本当に今日は何もないんです。今日は何もないんです、ごめんなさい、本当皆さんね、2週間に一度しかね配信しませんよというお約束のもとねやらせていただいてるわけなんですけども、ちょっと今日はご法度、今日はルール違反をして、あのね、暇だからということで、もう全然関係ない日に、スマートウォークとは関係ない日にちょっとやらせてもらってはいるんですけど、ごめんなさいね、本当にね、うん、豆ネタで3分。お父さんとは最近どうですか？あんま連絡取ってないんですけど、お父さんね、うん、まあ元気じゃないんですかね、多分ね。豆トークじゃないね。誰も求めてないんだから、豆トークは、うん、お父さんね、うん、やっぱお父さんアル中だからさ、なんかね、あんまりなんかね界隈にならないんですよね。界隈になんないのよ、アル中の人とは。あんまりその昼間からさ、もう真っ昼間からてか朝からだね、朝からお酒ガンガン飲んじゃうからさ、もう会話にならないんで、あんまり会う時にはもうシラフじゃないから、うん、そう、いやー、でもまあ仲悪いわけじゃないんですけどね、だって親と揉めた、親とね喧嘩したことがね1回しかないから、父親と喧嘩、もう思いっきり喧嘩したの1回しかなくて、そのほらコロナワクチン打つ打たないで一回めちゃくちゃ大喧嘩したぐらい、まあ、あの手とかは出てないけど、暴力はしてないけど、お互いにそのコロナワクチン打つ打たないでめちゃくちゃ喧嘩したぐらいで、それが最初で最後だね、親子喧嘩は。うん、めちゃくちゃ喧嘩した。そんなパピーが大好きなんやね。まあまあ大好きではあるけどね、もうちょっとなんかちゃんとまともになってほしいなっていうのはあるよ。もうちょっとあの真人間になってほしいなっていうのがある。なんかね、昔ながらの考え方の人だから、なんかね、もう飲酒運転とか上等なんだよね、うん、それ本当にね、本当に言ってんだけど治んないから、もうね、ダメなんだと思うわ、うん、古い考えの人だからさ、その時代に、その時代に順応できてない。で、我が強いから、もう人の言うこと聞かないから、そう。だからね、でもあんま怒んないんですけどね、あんまり父親から怒られるってことはね、あんまり過去の人生でもなかったんだけど、そのコロナワクチンの時だけはめちゃくちゃキレられたの。俺がもう絶対コロナワクチンなんて打たない。ね、誰が何と言うと俺は打たないから、もう打たないって決めてるから、まあ俺も我が強いから、もう一度こうって決めたことはほぼ曲げないからさ、自分がこうだと思ったことは。だからコロナワクチンに関してはもう俺は打たないって決めてて、最初から絶対打たないっていうのを親にこう打ち明けたらブチ切れられたね。めちゃくちゃ揉めたから、うん、飲酒ってのはやばいですよ。だからやばいよって言ってんのに、もうやっちゃって、それであの警察にこの捕まってるからね、うん、もう自業自得なんだけど、うん、飲酒ってのはしないけど、私の父も典型的な昭和のお父さん好きですけど、そう、なんかやっぱね、そう、年重ねていくとさ、なんか考えが凝り固まってって言っちゃってさ、そのね、なんか考え方がなんかちょっと遅れていっちゃうみたいなさ、まあ、あるよね。山田太郎さん、
コロナワクチンダメなの？まだ打ってないけどそろそろ打ちたい。まだ打ってないんだ。まだ打ってないんだったらもう打たなくてよくないですか？もう。いや、知らないけど。もういいんじゃない？もう今打ってないんなら。まあ、個人の各々の判断ですけど、俺はもう絶対打たないんで。ダメとかじゃなく、ダメっていうか、信用してないっていうのがでかいね。コロナワクチンというもの自体を。うん。全く信用してないから、うん、だから打たないっていう。ダメじゃないんじゃない？別に。ただなんかその、わけのわからん、わけわからんその液体をその体内に入れたくないっていうのがあるから。あと、単純に注射が大嫌いっていうのがあるから。うん。っていう理由ですけど、うん、別にダメじゃないとは思いますよ、うん、でも珍しいです、珍しいっていうか未だに打ってないってことはもう、まだ打ちたいんだ、うーん、いやーもういや、しかし今週のもう土曜日、あと4日後か。4日後にもう俺は富士急ハイランドに行くんだ。富士急ね。寒いみたいね。ライフガードじゃないんか。いや、あるよ、ライフガード。あるあるある。あるけど。水も用意してる。うん。ライフガードめちゃめちゃうまいからな。最初の一口、うん、炭酸抜けたらクソまずいけど、いやーもう今日はちょっとさゆっくりちょっとさ無言になる時間があってもちょっと許してもらいたい。ちょっと今日は本当に何もないから、そう、何もないのよ今日は。何もないからさ、うん、ただもう今日休みで、仕事休みでさ、なんかこのまま何もやなかったら本当に今日何もねえなってなっちゃって、なんかちょっと精神的にちょっとやばそうだったからさ、やみそうだったから、もうせめてものあがきで配信してますけど。ライフカードめちゃ美味しいけど気が抜けるの早くか。そう、あれなんか炭酸抜けるのめちゃくちゃ早いっすよね。ライフガードはジャングルマン派です。ジャングルマンって何？わかんないんだけど、その派閥が。ジャングルマン派って何？派閥があんの？ライフガードに。よくわかんないけど、ジャングルマン派ってなんだ？わからん。俺ライフガードは何派閥でもないっすわ、うん、初めて聞いた。ジャングルマン派？ジジちゃん遊んでくれないですか？ジジちゃんのはね、結構ツンデレだからね。うん。ジジちゃん、今めちゃくちゃおとなしい。どこいる？いた。寝てる。ジジちゃん横で寝てた。ジジちゃん。今、ジジが映ってます。ね。足跡に反応しました。リジちゃん物音に敏感です。だけど今眠気が勝ってるんで動きませんね。リジね、ジジがもうまったりモードだからさ、もう遊ぶとかじゃないんで、テンションが、ジジのテンションがすでに。僕はマウンテンデューが好きです。あ、ミリオさんこんばんは。マウンテンデュー懐かしいな。もうなくないっすか？マウンテンデューがなくないっすか？うん、見かけないけど、もうあの伝説の飲み物、うん、おとなしい。今おとなしいモード、うん、今もう眠いモードだから。いやーもうどう
したもんかね、最近ね。ちょっともう、時事ネタ見るか、ニュース。何も話すことないから。時事ネタもう見ちゃっていいですか、もう。なんか最近なんかあったのっていう。でもさ、今もうさ、10年近くさ、テレビ見てないからさ、もう、なんか全然名前わかんないんだよね、もう。ニュースを見てもさ、こいつ誰っていう。クマが多いみたい。クマ？マジで？王の事務所基金に宮古島から緊急帰郷か。これはさすがにわかるわ。これは嵐でしょ。うん、嵐の王のさんでしょ。遅くない？事務所危機に宮古島から事務所危機ってまあ遅いと思うけど、もうだいぶ前から危機ですけどね。社名変更したんだ、ジャニーズ。お、全然知らん。どういう名前になったの？あ、スマイルアップってなったの今知ったあ、スマイルアップっていうのになったんだ。は、今初めて知りました。あ、そう。スマイルアップね。ちょっと馴染めないな、まだ。弘中アナ、マタニティフォト公開。ね。興味ないっすね。興味ないっすね。うん、東海オンエア、夫婦の暴走、峯岸にも飛び火。興味ないっすね。バンバンザイルナ、ハイトンヘアに。誰やっていう。わからん。何から何までわからん。うん。ただ一つ言えることは、まあ日本って、やっぱ平和だなっていうね。こんなことがやっぱりあのニュースのトップ、ランキングトップですから、やっぱ平和だよな。東海オンエアってさ、まあなんか聞いたことあるし、名前は知ってるけど、一回も見たことないんだけど、動画。面白いの？面白いっすか？YouTuber してる人たちの動画ってまず見ないから、寒いじゃん。寒いじゃん、なんか。わかるかな？なんか、ねえ、なんか、素人がなんか騒いでんなっていう印象しかないからさ。見たことないですね。俺も一回も見たことないんだけど、この人たちじゃなんかやってるんだね。で、 YouTube がさ、だからもうドラケンウォークの動画か猫を見るためのツールになっちゃってるんだけど、もう完全に猫か、もうドラケンウォークにまつわる動画しかもう見てない。てかドラケンウォークにまつわる動画ももうあんま見てないけど、正直。でもさ、ドラケンウォークもあれじゃん、もう。あの、そういう動画を見なくなっていくとね、逆にっていうか、どんどんモチベーションが保てなくなってくるんだよね。手取りさんたまに見ますね。あー、手取りさんね。手取りさんは必ず動画の最初に甘噛みするからな。手取りさんはあの最初のあの必ず最初甘噛みするのよ。そう。本日も見てくれてありがとうございますみたいな。ありがとうございますみたいな。ありがとうございます。ありつって言ってるから。
ありがとう、ありがとうみたいな感じになってるから、必ず噛んでるから、それがちょっと面白いですね。それを聞きに行ってるっていうところは、うん。ね。いや、でもまあ、ドラクエウォークもう周年なのにね、全くこう、自分の中で盛り上がってないからさ、困ったもんよ。杉の花粉さん歌う。ぼやかしますね、ボンパスさん。さすがですわ。さすがのぼやかし。杉の花粉さんって。三十種は平日には厳しいです。うん、そうね、ちょっと胃もたれくるよね。平日のその時間がない、平日の可処分時間に三銃士の動画を当てるとちょっと胃もたれくるのよ、うん、貴重な時間だからね、うん、平日に関しては、うん、サムネイルでもう大体お腹いっぱいだからさ。そうそうそう、なんかいませんか、面白そうな人、ドラケウォーク配信者で、ね、教えてほしいんだけど、まあ、ないしは面白そうなゲームを教えてほしい。うん。ああ。今、たまたま検索してたら、ひらがな2文字の人が、6分前に上げている動画のサムネイルが目に飛び込んできて、イラッとしましたね。うん、イラッとしました。今日は大冒険のライブやってますね。ああ、あれね、やってますね。もちろん見ませんけど。もちろん見ない。うん。大の大冒険がまず興味がないし、クソゲーっていう、もうめちゃくちゃ評価が低い、なんかもう。誰も本気でこのゲーム作ってないでしょっていうゲームじゃん。なんかそれをわざわざ買ってわざわざ実況してる時点でなんかもうちょっと寒いよ。タイトル読んでください。タイトルなんだっけな、なんか読む気もしなかったんだけど。あータイトルね、どれだっけな。やばいガチャたち、復刻イコール全力案件です。はい、ありがとうございますね。うん、まあいいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。何を言おうがもう別に関係ないですから。いやー、なんか面白い人いないのかなー。ねえ、モンパさんありがとうございます。小賀さんいじってもらえてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いやいやいや、まあいじるっていうか、まあ、うん。うん、それはいじらせてもらいますよ。手取りさん、手取りさんの方がやっぱ配信者としてはもうドラッグウォーク配信者としてはもう全然あの僕なんかクソみたいな配信者より格上なんでね、うん、それはやっぱりもう格上の方にはやっぱりもうこれはもう土下座してでもいじらせてもらいたい所存でございます。うん、いや、っていうかさ、ちょっと話が全然変わって申し訳ないけど、さっきその au ショップから電話が来て、小賀さんのお電話でよろしいでしょうかって来て、はい、小賀ですけど、
iPhone15 予約してもらってた iPhone15 が今日入荷しましてって来まして、だ明日取りに行くんですけど、めちゃくちゃ絶妙な時に来たなっていう。なんかさ、もうあれじゃん、土曜日にそのコニファーフォレストに行くんですよ、富士急ハイランドのっていう状況で、あれじゃない、2日前にデータ移行するのなんかちょっと嫌じゃないですか、気持ち的になんかテンパりそう。テンパりそう。俺もうちょっと早く来るもんだと思ったから、なんか時間全然余裕あるからデータ移行とかもゆっくりやればいいやと思ってたんだけど、明日。いやでも今簡単なはずでしょ、簡単って聞いてるんですけど、 iPhone から iPhone へのデータ移行は、できるよね。なんか au にやってもらうこともできるんだけど、それ au の人にやってもらうと5000円かかるらしいんだわ、手数料で。たっかと思って、さすがにぼったくりだろうと思って、そのデータ移行だけで5000円はさすがにやらかし、やりすぎ、マジでやりすぎ、さすがにないじゃん5000円でデータ移行は。さすがに断ったんだけど、いやぼったくろうとしてるのも程があるよねっていうさ、1時間もかかり、そうだよね、簡単だよね、横に置いて勝手にリンクするのですぐに、ああですよね、それで5000円も取ろうとしてることがやばいなと思って、 au 明日ちょっとプリンスならなくしプリンスね、木更津のプリンスですから、昔最新のモデルだとウォーク不具合で起動しないとかあったよね。マジでそんなあったの、このタイミングで行くはちょいとリスク、このタイミングちょっと怖いよね正直、なんかちょっと怖いんだけど、でもドラケンウォークリアルイベントはやっぱ最新機種で行きたいじゃん、なんかどうせだったら、どうせならね、画面バキバキのさ携帯よりも、どのキャリアでも金取りますね。でも金取るにしてもさ、移行ごときで5000円はやりすぎじゃない、せめて1000円とか2000円にしといてもらいたいよね、5000円って。ドコモとかもデータ移行なんかのビジネスすごいですね、年配者カモにしてる、そうですね、あれ年配の方とかは多分自分でやれないっていう、高く食ってるんだろうね、あれ腹立つわ。いや若者全員断るでしょあんなの、データ移行ごときで5000円って。切り替えするとウォーク読み込み入りまくり、あそう読み込みめっちゃ入るでしょ、だって全部が新鮮なんだから、 iPhone15 からしたら全部が新鮮な画質画像っていう、新鮮なデータだからね、いちいち読み込み入るだろうな。まあいいけどね別に、今ドラケーよくやることねえしな。だってもうバルボロスがひどいんだもん。やる気起きないよギガモン、もう別にやるけどさ、なんかモチベーションとしてちょっと厳しいよねこのギガモン、なんかどうでもいいやってなっちゃうぐらいの感じだもん。指令がデータ移行できなくてドラケーよく3回やり直してます、ある意味、そんなことあんの、怖っ。俺でも前回の時はデータ移行めちゃくちゃ簡単だったイメージなんだよ、もうそれも4年前だけど、何回やってもこれ慣れないよな、4年前、もう忘れてんだよデータ移行、多分クラウド iCloud からやったと思うんだよね俺は。闇竜の牙はおすすめですか、いらないいらないいらんいらん、いらんよ、いらないいらない、絶対いらないと思う、絶対いらないと思うっていうか全然必須とかではない、
だからこれ今後もさ、やっぱ置物系の武器が増えていくっていうことを考えると、まあ絶対増えていくじゃん、いろんなバリエーションで。でこれからもしかしたら、まだ先の話かもしれないけど、なんか仲間ランダムにいきなりバイキルトみたいなさ、いきなりスキルで、そんな可能性も全然はらんでるし、もっとなんかいいスキルもあるかもしれないし、っていうこと考えると、もう今現時点で結構あるじゃん置物。前も話したけどね、キラマツルの爪とか、オーロラの杖とか、極炎の体験とか、ルビスの槍とか、エンゲスリンとかさ、で増えてきた中で、この性能っていきなり繊維喪失ってなんか1段階だとさ 5% ぐらいしか変わらないでしょ、相手に与えるダメージ。まあその 5% がでかいじゃんって言われちゃうのかもしれないけど、なんかね 5%、 まあ3段階入ることもあるけど、それは稀だと。で2段階だと何 10% だか 15% だかどっちかですよね。それくらいだったらね、なんか今後出てくる置物をスキルとすぐなんか入れ替わっちゃいそうなんですよね。だってメタルキングの剣はさ 4番目に持たせるわけじゃん。で残り2枠じゃん、置物系持たせられるとして。で今後どんどんいい置物スキルが出ていった場合、率先して外れてくるのがこいつだと思うんですよ。この牙だと思うの俺は。ってこと考えると、まあ長いやら持ってれば使えると思うけど、なんかたまたまなんか優秀な置物スキルとかを引いちゃった場合、結構すぐ入れ替わるというか切り替わっちゃう武器なのかなとは思ってますね。だからやっぱジェム使って引く必要は全くないし、ただマイレージでどれ優先するのってなったら、やっぱり僕はこっちかな、銀河の剣よりこっち側かなっていう感じ。あのもし僕が銀河の剣持ってなかったとしてもね、マイレージで狙うのはめちゃくちゃおすすめできるけど、ジェム使うのは断じておすすめできない。絶対にない、ジェム使うのは。これはもう断言するけど、体調は良さそうだし、土曜日は楽しめそう。体調最近めちゃくちゃいいんすよね。っていうかヘルペスが来ない段階でもう神ってる。もうヘルペスいつ来てもおかしくないんすよ、時期的に。前回6月に来たから、だいたい3ヶ月おきぐらいに来てたから今まで。で今来てないってことはもうめちゃくちゃ兆候としてはいい。ケースとか買いましたか？いや一回ね、現物見てから買うかな。何にも買ってない。あ、でもあれは買いたい。あの C タイプのあの充電ケーブル。普段使いはしないです。普段使いはしないっすね。しないしないかな。まあ戦利口で多分めちゃくちゃ強いと思うけど、まあ別になんか戦利口そんなになんか急いでやることもないし、なんか ちまちまやってればいいんじゃないかな。多分ホラービーストの覚醒の心も多分弱いよ。こう言っちゃうとなんだけど、多分そんな強くないからね。あ、ホラービーストじゃねえや、なんだっけ、シルバーデビルね。まあそんな強くないから。ドラキューさんこんばんは。次の新色の装備がぶっ壊れの絶対確保案件ですかね。いやそんなこともないと思うわ。っていうか下手したら次も置物系武器だからね。だって火力ではさ、もう絶対その魔剣士超えることないわけだから、その魔剣士用の武器じゃない時点で火力なんかもうたかが知れてるのよ、正直。普段使いっていう意味ではね。もう年始ですね。年始ね、いいね、年始ね。引きよ、年始は。年始はもう1年で一番いいんだから、もう。年始というか、やっぱ12月31日が一番ワクワクするな、多分。12月31とか30ぐらいが一番いいよね。まだ連休めちゃくちゃあるわ、みたいな。
はあ、もう年始か。いいね。早いね。世間ではハロウィンって時期らしいですよ。もうハロウィンというイベントはもうなくてよくないか？もう。ね、もうハロウィンはいらなくない？ね、もう。害悪イベントじゃん。マジでうんざりしてるんだけど、俺もハロウィンというイベントに、あれ本当にさ、なんか渋谷とかさ、に集まるバカがいるせいで、ああいうパリピなバカがいるせいでさ、なんか嫌なんだけど、あのイベント。普通になんかおとなしくしてればさ、なんか、ね、ささやかなイベントとして全然受け入れられるんだけど、ああいうなんか一定のバカがいるおかげで、なんか鬱陶しいんだけど、なんかなくていいなって思っちゃう。今日はハロウィンナイト来ますか？風がざわついてます。どういうこと？風がざわついてますってどういうこと？ よくわかんない、その中二感あるコメントは。ちょっと闇が深そうですね。ハロウィン子供の頃ほとんどなかったから、そう、なかったから、僕らの頃はハロウィンというイベントはなかったから馴染みがないのよ。突然なんか流行り始めて、僕らの頃お月見はあったけど、お月見っていうイベントはなんか、近所の、お家に伺っ、よ、夜ね、き、夜近所のお家に伺ってなんかお菓子をくすねるみたいな、くすねる違う、お菓子をもらう。お菓子をおねだりするっていうイベントはあったんだけど、夜中のさ10時とか9時ぐらいにいろんな家を一周回ってお菓子をもらい続けるみたいな。でもこの風少し泣いてます。 そう、なんかさ、それなんかアニメで見たわ、風が鳴いてますみたいな。 いいんだよ、そのなんか中二感。ルイーダが風がざわつくって言ってくれるんですよね。ウォークのハロウィンナイト。あ、そうなの？学校知らないの？ハロウィンナイトは夜中もメガモン出るの？え、そうなの？あ、全然知らなかった。マジか。え、そうだしちゃっけ？ってか、それもう毎回それでいいよな。メガモンはさ、もう24時間出してよくないっすか、もう。僕さ、基本的にさ、夜、深夜やるから、俺。だいたい12時から、その2時、2、3時ぐらいの間がめちゃくちゃ活動する。ドラケンウォーク勇者としては活動する時間だからさ。宝の地図とかやったりとか。だ、その時間もね、出ててほしいんだよね、メガモンね。せっかくなら。3年前の話。あ、そうなの？全然知んなかった。それ、毎回やればいいのにね。毎回っていうか、毎日。でもな、次の戦利口来たら多分、次の今出てる武器欲しくなるんだろうな。僕ね、無事に5万ジム貯まったんですけど、もう5万1000ジムぐらいあるんですけど。リアルイベントは明日行くんですか？いや、違う。僕は21日土曜日かな？に行きますね。生ライブ期待してます。いや、生ライブはしないと思いますよ。いや、生ライブはね、どうなんだろう。需要ないでしょう。なんか肖像権がどうのとかめんどくさそうだわ。前も言ったけど。道行く通行人の人の顔になんかモザイク当てるとか無理じゃん。生ライブだったら。てか、そもそもなんか撮影許可取るのもだるそうだし。でもその時のライブで夜中にシャドウサタン出てもういらないんだよってこき下ろしてた。全く覚えてない。全く覚えてないけど、
いやでもシャドウサタンでも出てないより出てる方がいいよ。出てないより出てる方がいい。うん、まだね。まだやる、盛り上がるじゃん。まだ。出ててくれよ、メガモン。一日中。そうか、俺なんかやっぱ、毎回こき下ろしてるんだな。そう聞くと。文句しか言ってないんだな。いやでもさ、いやアプリゲーそしゃげなんか文句言われてるうちが花だからね。これ何回も言うけど、で批判が出なくなったら終わりよ、ゲームとして。そしゃげではね、しかしなぁ、あ、これでバルボロスの S ができたな。今 A 落ちたからね。バルボロスの S とか、これ俺この武器さ、今の闇リーの牙持ってない人はさ、下手したら使わないまであるからね、これ。この心持っててもまさしく、その前回のデスタムーアがまさにそうだったんじゃないかなと思うけど、お隣タクトは常時虚無みたいだね。まあタクトはでもまだあれじゃない、頑張ってる方なんじゃないですか。タクトは知らない、知らないけど、ドラクエ界隈のアプリではまだタクト頑張ってる方でしょ、とりあえず。ちょっと他が息してないけど大丈夫って感じだけど、もう名前も忘れかけてるけど、ドラクエチャンピオンズっていうのもその昔ありましたね。その昔、イニシエの時代にドラケーチャンピオンズっていうアプリがあったような気がするんだけど、俺の気のせいですかね。はるかイニシエの時代に、今はもうドラケーウォークとドラケーチャンピオン、ああ違う違う、あのタクトしかないんじゃない。なんか結構まともに機能してるドラケーアプリは、ドラクエタクトもね、こうもうちょっと運営がこのなんか、なんだろうな、うまくやっていってたらね、なんか結構もっと良かったと思うんだけど、今日鼻の調子が悪いわ。このマスクが原因、完全になんか綿毛が入ってくる鼻に。チャンピオンズから脱走して他のゲームしてる人を見るの好きです。アメリオさん、変わった趣味をお持ちで、そもそもそのチャンピオンズを配信してる人、もともとチャンピオンズを配信してた人を俺知らないから、あんまりそのチャンピオンズから脱走した配信者俺あんま知らないんだよ。誰なんですか、チャンピオンズを結構頑張ってたけど脱走した人って。一人も知らないんだけど。チャンピオンズね、もうだってチャンピオンズだってあれだよ、もうドラケーチャンピオンズで検索して出てくるのがもう7日前の動画とか。7日前の動画とかだ。しかもなんか2、3000回再生ぐらい。あの方です。今は大のライブしてます。あ、そう、アメリオさん、アメリオさん結構いろんな人の見てるよね。
たまにさ、俺杉下さんのライブとか見てるとアメリオさんがコメントしてるのちょこちょこ見るからねおーやってんなと思うけど、うん、まあでもアメリオさんは完全にあれですから、今期僕の生配信の僕が一番ツボに入ったコメント、今のところ MVP ですからね、アメリオさんが。うん、原西さんっていっぱいギャグを持ってるみたいですよっていうあのコメントがもう完全に秀逸すぎてあれが今のところモストバリアブルコメンターですね。噂をしてたら杉下さんがあと30分後にライブがあるらしい。杉下さん好きですよ。いや僕も好きですよ。うん、ただコメントができないんだよねやっぱり。うん、いや全然しても問題ないんだけど、なんかコメントができないんだよな俺な。そのドラケンウォーク以外の動画だったら余裕でコメントするんだけど、まあ最近全然してないけどね。なんか、まあ、自意識過剰なのかもしんないけど、って思われるかもしんないけど、なんか、厚かましいと思われるじゃん。厚かましいと思われるのが尺だから。ね、うん、そう。僕もさ、杉下さんの生配信にコメントしたいなって思う時も、たまーにあるんだけど、まあできないよね多い人でとは。私も MVP 目指してますオーナーさんは寝ちゃうからね始まる前にだいたい7割方寝ちゃうからねオーナーさんは。うん、キースさんの話です。キースさんの話はしないっすね。しないかな。杉下さんですね。うん、厚かましいって言います。そうか、厚かましさで言えばそうだね。うん、そう、そう、そのキーさんと同じになっちゃうからね結局。うん、杉下さん闇竜の牙で大爆死してて発狂しててめっちゃ笑った。ああ俺も見てましたよ。あれ70連ぐらいのあれでしょ。いや言うて70連は全然大爆死でもなんでもないよ。うん、これは70連はそれがね、70連でピーピー言っちゃうのはやっぱこれまだもうまだやっぱ二流ですよね。まあ三流かな。うん、いや二流かな。うん、やっぱね僕くらいになるともうね70連外すなんてもうもう予定ないすぎて想定ないすぎてもう騒げないもん。70連何も出なかったとしても、ああまあこんなことっていうかこれザラだよねっていう。うん、でしかも全部使ってないわけじゃん。もう全然痛くも痒くもない。うん、それでこのどこのこうの言うのはこれはちょっとまだあれだよ、まだちょっと精神的な鍛錬が足りてない僕から言わせてもらうと70連でごちゃごちゃ言っちゃダメね。うん、それはダメ。うん、70連は勝ち。いや70連でもまあ出てないからね。実際僕もだって闇竜の牙多分70連ぐらいしてるからね。うん、マイレージで多分ね40連ぐらい多分回してんだよね多分。で配布で20連ぐらいあるじゃん。そうそうそう。で優勝で10連回してるから僕も多分60-70連は回してて、まあピックアップ1個も出てないから、うん、まあ同じ状況なわけよ。
いやー、70連はね、もう爆死のうちに入らないからね。伝説の斧を手に入れるためにジェムを溶かせた古の勇者がいたから そこがさ、伝説の斧ってところがまたちょっとオツだよね。剣じゃないんかいっていう。斧かいっていう。まあねー、あの頃は楽しかったけどね。あの頃はあの頃でね。原西さんは寂しくコメントしてましたね。当て逃げ犯にしっかり反省するように伝えたそうで。え、マジで？原西さんのコメント見てねえわ。マジか。でも本当、またなんかぶり返すようであれだけど、なんで逃げちゃったんだよ、本当に。逃げても得することなんもねえよ、本当に。得するとしたら、本当、飲酒運転しててみたいな状況だけだからな。でも、藤原さんってさ、あ、違う、藤本はさ、ほら、お酒飲まない人だからさ、なんでなのかが全く分かんないんだよ、本当に。白猫の頃も生き生きしてて、生き生きしてていいです。ありがとうございます。若さが弾けてます。でも僕もね、僕やっぱ見た目が結構若々しいからね、こう言っちゃうと、こうなんか、ねえ、なんかこういやらしい感じに聞こえるかもしれないけど、実際ね、全然35には見えませんね、みたいな感じで言われるよ。いや、やめとこう。リアルイベントで見かけた人は、本当にもしかしたらびっくりするかもしれないから。これね、画面では分かりにくいけど、結構白髪多いし、結構ゴリゴリ白髪多いんですよ。これ画面ではね、ちょっとあんま目立たないけど、めちゃくちゃ白髪多いから、そう。多分ね、本当にね、気づかないと思うわ。見かけても。多分帽子かぶっていくし。生きて帰ってきてください。 いやー、生きて帰りますよ。本当に怖くなってくるわ。 そういう雰囲気になってきたわ。怖いわ。いやー、でもまあ、そうかー。まあ実際何もないですよ。本当に。本当にないよ。本当にないと思う。防弾チョッキはいらないんじゃない？ で、防弾チョッキってさ、日本ではあまり意味がないんじゃない？ あれは何？チャカから身を守るもんでしょ、多分。日本銃社会じゃないから、防弾チョッキじゃなくて少年ジャンプとかの方がなんか効果ありそうだよね。チャカよりドスの対策しないといけないから。防弾チョッキはやっぱドスには弱いでしょ。せっかく復刻でクリストの杖取ったから、自分にリザウラルかけときます。ね、全然うまくないですけどね。ね、全然うまくはないですけどね。それ。あんま笑えないですけどね。
ゆうとさん。でもゆうとまうとさんとも会えるかもしんないんだよな、ゆうとまうさんと。うん、行く日が同じだからな。確かピローさんもそうだしね。あと三八さんもいたよ。そう、俺が知る限り3、4人ぐらいいるから、よく見に来てくれる人がね。いやーでも当日めちゃくちゃ疲れそうだな。当日朝だって6時起きだからね、ほぼほぼってか5時半ぐらいの起きよ5時半起きだからさ、当日の朝。俺もしばらくそんな朝早く目覚めなきゃいけないっていう状況がないから、ここ数年。まずそれが相当負担かかりそうだし、いやー相当疲れそう当日。多分もう俺リアルイベント到着してる頃に多分どっと疲れてると思うわ。私事ですが、エトさんにフォローしてもらえて嬉しいです、ね、どんどん輪を広げてってもらいたいね。最低気温が1桁で寒いらしいです。マジか、結構厚着していかないとな。服困るな、服が、うん、マジで服そんな持ってないからさ。いやリアルイベントかっていうか、明日のほんとマジ iPhone のデータ移行がマジでそれにかかってる、俺全てが。いやでもようやくこの携帯ともおさらばか。めちゃくちゃ画面バキバキだからね、これほら、これ見て、何回も見せるけど見て、これこの感じわかる？これなんか画面にわけのわかんない白いこのゴニョゴニョっていうのが入ってて、ここも真っ黒くなってて、でここ画面割れてんじゃん。だからもうここ時計が見えないのよ、 iPhone なのに、携帯なのに。左上の時計がもう見えなくて完全に。でこれ今画面めっちゃ調子いい方ですね。夏とかになるともう暑さでなんか画面がブレて、もうわけわかんないことになるんで、やっとおさらばできるよ。土曜日会いたいです。握手してください。いやもちろん会えたらなんぼでも握手しますよ、うん、握手どころかハグもしますよね。熱い抱擁しますよね。あ、すいません、でもあの僕はあのそういう趣味はないんで、あの今ちょっと勘違いされちゃう発言をしたかもしれないですけどね、バリバリを女性の方の方が好きなんで、はい、そういった趣味はないです、はい、自分も7時ぐらいに出発しようと思うんだけど、入り口で顔認証とか相当ドタバタしそうですね。でも顔認証はさ、別にドラクエウォークとはのイベントとは関係ないじゃん。単純にその富士急ハイランド自体がそういうシステムなだけであって、そんなに難しくないと思うんだけどね、顔認証は。知らんけど、うん、全然多分大したことないと思うよ、うん、ハグきたそう、いや俺もさ、片道のさ時間がさ、その Google で Google ナビで見たら2時間だったのよ。そう、僕の自宅からその富士急ハイランド到着までの時間がまあ2時間、1時間58分とかになってて、で10時開幕だからまあ7時半ぐらいにここ出ればいいんじゃないのって言ったんだけど、いや土曜日だから多分混むと思うんで、もうちょい早めに出ましょうって感じで言われたから、まあ6時半に出るんですけど、多分ね早く着くと思うんだよね。だからちょっとヒロさん、ガーコーさんお守りください自分0時に出ます。0時0時って何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 ヒロさん、何夜中の12時に出るってこと？どんだけ遠くから来んの
0時早っ0時あ、やばい、地図が生成できる。みんな、地図が生成できるよ。なんかもう地図さ、地図生成さ、もう全くなんかもう、まあ、地図先生も全くなんかもうあれだよね、期待してない期待してこれむしろこれクリアするのがいちいちめんどくせえまであるわ。ああそれ取りましたよ、うん、地図いらねえなー。なんかでもさ、生成されちゃったからにはとりあえずクリアしとかないと、なんかちょっと損みたいな、もったいない気分になってさ、クリアしないと捨てにくいじゃん。なんかめんどくせえな、地図も地図で。皆さんそういえば今あれな、ふるさとスライムのレベルどんぐらい？すげえ、なんかそれちょっと興味あるんだけど、俺ね全然ほぼやってないというか、全然地図そんな頑張ってない勢なんですけど、うん、だから全然ね、多分みんなより全然全国レベルは低い。全国レベルなんぼですか、みんな。ここの今最果ての地に集まりし、よりすぐりの勇者の皆さんたちは。ちなみに僕ね、今ね全国レベル116です。もう全然ね、ガチ勢と名乗っておきながら全然やってないのもろバレなんですけど、116全国レベル。ダーコーさんの宝の地図受け取りました。ありがとうございます、北野さん。175、すげえ。いや233はやばいね、ドラケイオーさん、やばい、それはやばい、俺の倍。スカルコン二軸弱エビルホークの A 地図できました。いらないっすね。アメリオさんいらないっすね。まだ170でもまあ俺からしたら結構すごいけどね。しょぼい。ふるさとスライムまだ開いてもないっす。いや、オーナーさん地図やってるんだったら多少ちょこちょこ開いた方がいいよ。あのステータスアップあるから、その常時のバフで。うん、手取り12万さん、iPhone データ以降はクリックスタートでドラクエウォークは自動で引き継げるので心配しなくて大丈夫だと思います。Twitter とかはログインし直さないといけなかったはずなので大変。ああ、そうだよね。そう、俺もドラクエウォークはあんま心配してないんだけど、違う、他のさ、そのスクエアエニックスのアカウントとかもあるじゃん。で、あれ、スクエアエニックスのアカウントの中に、その電子チケットを買いましたよみたいな、その証明できるそのチケットがあるから、そっちの方がむしろ心配なの。そのスクエアエニックスのアカウントちゃんとデータ移行できるかなみたいな。それ失敗したらさ、最悪だからさ、マジで。うん、な、失敗とかないと思うけど別に。やっぱね、電子チケットとかいう、その、物自体が慣れないからさ、初めて買ったからその電子チケットなるものを、てか俺もそもそもそのどっかに行きますって言ってチケット買ったの多分人生で初めてだから、そう、電子チケットどころかね。225、すごいね、みんな。 それは大変ですね、うん、手取りさんはリアルイベントは参加しないのかな。入場したら現地で行こうし。それ。いや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 、それはすげえめんどくさいでしょ。さすがに事前に移行していくでしょ、それは。付き合いアカウントはログインし直しになりそうです。そう、ログインし直しはいいんだけどさ、なんかその、パスワードを打ったりとか、そのアカウントのね、ログインするのに、それがね、マジでややこしいというか、そのパスワードさ、たまに分かんなくなるんだよね、正直。うん、基本的にパスワードって全部統一してるはずなんだけど、なんか
そのアプリによってはさ、なんか何桁以上で、しかもそのローマ字も含んでないといけませんみたいなパターンあるじゃん。その数字だけでいいアプリとかあってと思えば、ローマ字もなんか2文字以上記入しないとダメみたいな。あれでね、マジでなんか統一しようと思っても統一できなくなる時があって、それで混乱するんだよね。あれ、これってどっちだったっけみたいな。あれがマジでね、めんどくさい。お金が、そうか。わかるよ。手取りさんわかるよ。手取り12万さんわかるわかる。俺も正直あの、手取り12万円とは言わないけど、ぶっちゃけね、あんま変わらん。あんま変わらん。手取り12万さんと多分その、金銭面的な、その裕福さで言うと全然そんな変わらんだからすげえ気持ちだから、俺もね、ぶっちゃけ今回の富士急ハイランドね、結構カツカツだから結構カツカツだから、そう、結構カツカツなのよ、正直な話を言うとね。そうだから、リアルイベントで一緒に行こうって誘った友達、友人の人がいるんですけど、その人ね、一応ね、後輩というか年下なのよね。うん。で、僕はね、そもそも電車で行く予定だったのよ。車がないじゃん。自分に車がなくて。で、相手は車あるのかな？多分あると思うんだけど、ただそれをさ、なんかその、その車で行こうっていうのはちょっとなんかおこがましいというか、ずうずうしくて、言うつもりがなくて、一緒に電車で行こうと思ってたのよ、俺は。その後輩の人とね。で、そのだけど、その後輩の人がね、後輩の友人が、いやいや、電車で行くより車で行った方が簡単ですし楽ですよみたいな感じで来たから、レンタカーの方がいいですみたいな感じで言われたから、まあレンタカーにしたんだけど、でそっちの方が安いって言うしね、っていうので、それでね、今ね、正直ね、どうしようかなと思っててレンタカーをとりあえずその子がさ予約して手配してくれて、でその土曜日は僕はとりあえずその1個隣の駅で待ち合わせすることになったのよ、当日の朝。うん。で、まあそこではもうその車もね、回してくれてる状態で落ち合うはずなんだけど、これね、ちょっとどうしようかなと思ってて、ケチくさいことを言うようだけど、そのさすがに移動するにかかるそのお金とか車代は、これ全部俺持ちっていうわけにはいかないなと思っててさすがにここは半分、まあ端数ぐらいは俺が負担したとしても、まあほぼ割り勘でいこうかなと思ってて、でなんか現地でなんか食事するとかさ、なんかお昼ご飯とか多分食べるじゃん向こうで、そん時はまあちょっとまあそんぐらいは出そうかなと思ってるけどね。まあこれはね、僕にね、もうちょっとお金に余裕があったら、まあね、移動費とかも全部出してあげたいんだけど手取り12万さんとそんなに状況変わらんから、そうそうそう、ちょっと全部ね、負担はちょっときついなっていうところでね、うん、ちょっと今どうしようかなと思ってるところ、うん、イベント終わってから機種変更した方が無難かもですね。いやでもさ、いやそれもそうなんだけどさ、明日さ、せっかくもう手元にさ、最新機種のスマホがあるのに、それを持っていかないってのもちょっとなんかこう、ねえ。ねえ、それも持っていかないってのもちょっとなんかこう、ちょっと違う感じするじゃない。えらい。自分は交通費とガソリン代出すから遠慮なく車出してって言ってしまいます。偉いというか、そうなりたくないから電車で行こうとしたんだよ。
移動費とガソリンと交通費を全額を負担したくないからっていうのがあるわ。全額負担したくないとか負担できない状況、まあできないこともないけど、うん、お弁当作ってあげるとかどうですか。あ、それはちょっと気持ち悪いでしょう。いや、さすがに多分それ相手が多分引くわ多分。35のおっさんの手作り弁当食いたくないでしょさすがに。いやいや、さすがにアメリオさん、ちょっと面白すぎるよそれは。面白いがすぎると思うわ。さすがにドン引きだと思うから、それは現地で何回さすがに食うよ外食で。iPhone でもサクサク動きますよ。iPhone SE でも。まあ、サクサク動くのは動くでしょうね。うん、それは、うん。それはそうだと思うわ。でも、どうせだったら、ちょっとまあ、5G で臨みたいじゃんみたいなところあるよね。食べたいです。いやー、でも俺、手作り弁当とかしたことないからな。卵焼きと鮭しか入ってないですよ、多分。明日すぐ移行してトラブったらまだ金曜日一日あるし、なんとかなるし。そう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 、まあね、まだなんとかなる、金曜日でなんとかするから。いやー、そうね。いやちょっとなぁ。明日どうなるかだなぁ。まあできると思うけどね、さすがに。データ移行くらいは。そんなところで つまずく俺じゃないと思ってますけど。さすがに。なんかでもデータ移行ってさ、毎回なんかドキドキするよねこれ。なんか慣れないんだけど、ほんと何回もやってるはずなんだけど、何年も間空くからさ、もう忘れちゃってんだよね、前回どうやったかとか。何回やっても慣れねえわこれ、データ移行。現地でのイベント自体のトラブルなく盛り上がってほしいですね。そうっすね。まあトラブルがあっても最悪、まあなんかまあ思い出にはなるからね。うん、そのトラブル込みで楽しみますよ、うん、最新の iPhone で行きたいですよね。そうそうそう、できればね、どうせあるんだったら最新の方で行くよね、うん、チケットってスクショした画面とかでも大丈夫そうな感じですか。いや、多分大丈夫じゃないかな。いやでもダメかもよ、スクショじゃ多分。いや、知らないけど。一応俺、スクショの画面もあるけど、ちゃんとやっぱ、スクエアエニックスのアプリ開いて、チケットクーポン一覧の画面を、で、やった方がいいんじゃないかな、わかんないけど。まあでも、チケット番号とかもね、スクショで書いてるから多分大丈夫だと思うけどね。うん。チケットなくても入れるの？土曜日は人過ごそう。いや、チケットはないとダメ、入れないでしょ、多分。チケットは絶対ないと。一応見せれるよ状態にしとかないとダメじゃない？多分、さすがに。自分は万博の方行きましたが、通信障害で全然できなかったです。まあなんか今回は、なんか基地局とかね、そんなのをなんか結構万全の準備をしているらしいので、今回は多分まあ大丈夫じゃないですか？どんぐらいいるかだよね。多分まあ、10時から16時が営業時間みたいな感じだったんで、まあ、丸々6時間は多分いないと思うんだけどね。3時間ぐらいじゃない？いいとこせいぜい。わかんないけど。そんななんか6時間もいる。ほどやることないと思うんだけど。入れるけどイベントに参加できない的な話を聞いたような。ああ、そうなのか。一応その
敷地内には入れるけど、そのーゲームの中でそのイベントスポット的なのが多分発生しないのかな、わかんないけど、まあ別にさ、あれだよな、大したイベントじゃないでしょねえ、別になんかやってもやんなくても支障ないくらいのものだから、最悪なんかその現地の雰囲気とか楽しめればいいと思うけどな。まあ俺は一応チケット持ってるからやるけど、一応クイックスタートで移行した場合は、写真も自動で引き継いでくれるので、スクショで入れそうならと思ったのですが、ギャンブルすぎますね。まあ多分だ、チケット番号を見せれば多分大丈夫だと思うんですけどね。うん。じゃあ三重市見たらライブしてください。いるでしょうね。少なくとも2人は。あ、2人ってか1人はいるでしょう。ボスザルね。うん。いや、多分俺真顔で素通りすると思うわ。多分真横、多分素通りしていくと思うわ。うん、例えばさ、ドラケンウォークの配信者の話しながら多分真横素通りしていくわ。いや、バナナさんって面白いよねとかこうわざと大きく聞こえるような声で、いや、あの人の動画ってさ、ほんとためになるよな、毎日欠かさず見てるもんとか、こう雑談しながら真横をこう通っていくってめちゃくちゃ性格悪いやつ。チケット残ってるらしいですね。行けなくなった人のチケットとか、なんか結構あるらしいですね。リセールのチケットね。うん。寒い。真顔は危ないです。半径50メートル以内は信者が取り囲んでます。そうね、そうね、そうね。いやー、でも信者ほんと怖えかんな。うん、まあ怖くねえか別に。うん、別にさ、そのなんだろう、オウム真理教的なさ、信者とはまた全然違うわけじゃん。まあああいう信者だったらマジでやばいけど、別にたかだかさ、そのドラケンウォークの配信者っていう、なんかね、そういう別に宗教とか、まあもうほぼ宗教と変わらないけど、まあそういう団体じゃないから、まあなんか別にそんな怖さは感じてないけどね、正直。うん、さすがにその宗教とかの信者だったら俺も危なすぎるから近寄んないけどね。さすがに何してくるか分かんないからねえ、宗教団体の信者の人は人だかりすごいですよ。写真撮影の列とかすごいことになりますからね。いやー、俺その光景はちょっと写真撮りたくなるな、滑稽すぎて撮んないけど多分。大手の人たち誰が参加するんだろう。僕が知ってる限りだと、まあ、バナナさんがいて、でそのグラさんがいて、あと誰だ、わからんあとわからん、あとわからん、あとわからんくない。だって杉下さん金曜日でしょ。うん、わからんね。あとはわからん。いるのかな。あとわかんないな。
まあ、どこまでをあと大手っていうかだよね。杉下さんとかも大手に含まれるのかなっていう。うん、青マックスさんとか何曜日に行くんだろう。あの人多分行くだろう。ゴロリさんとかこっそり参加かな。わかんない。あの人は全然そのライブとか見てないから。顔出ししてないし。わかん、見てない。クソつまんないから見てないからわかんないんだよな。まあでも、あんま関係ないけどね、誰が行くとか、別に、あんま気にしてないけど、正直もう自分たちが楽しめれば、それで OK。うん、山梨、富士急ハイランドに行ったらさ、山梨に行ったら、ここは行っときま、ここは行っといた方がいいよみたいなとこないよね、別に。全然山梨とか詳しくないんだけど。っていうか、あの、日本に詳しくないんだけど。山梨県に関わらず、日本という国にあまり僕は、詳しくないので。正直、どこに何県があるとか俺分かんないからね。北海道と沖縄と鹿児島と千葉県は分かるんだけど、他の県はどこにあるとか、パズルみたいにされて、当てはめなさいみたいな感じで言われたら、俺、ほとんど分かんないから。うん。かろうじて東京は分かる。うん。他はマジで分かんない。里丸さんね。里丸ハウス。あの人山梨県なの？山梨県在住なの？あの人。いやー。っていうか、あと4日とか言ってたけど、あと3日じゃんね。やばっ。あと3日だ、はあ、いやーやばい、早い。富士山とかほうとうがおすすめです。あ、富士山か。山梨県だっけ、富士山って。そうだっけ。富士山はさ、怖いよね。ほうとうがおすすめなんだ。ちょっと食べてみたいね。富士山はさ、もう富士の樹海っていうイメージがあるからさ、怖いよね。で、富士山登るのも怖いし。山って本当にさ、怖いじゃん。本当に死ぬ可能性あるから。冗談抜きで、山登りは舐めると死ぬから、ガチで死ぬ。遭難しても死ぬし、滑り落ちても死ぬし、富士山は怖いね。もうちょっとなんかこう手頃な山だったら、手頃な山っていうかさ、その標高が低い山だったら、ちょっと山登りしたいなって思うんだけど、富士山はちょっとガチすぎて、標高が高すぎてちょっと嫌だな。うん。命の危険が本当にある。あれさ、まあ、もう有名かもしんないけどさ、YouTube でさ、富士山からさ、滑り落ちて死ぬ人の、そのライブ配信映像があるわ、あるじゃん。あれ見ちゃうとさ、やっぱ結構怖いよね。やばい、くしゃみ出る。じい、ごめんね。
寒暖差注意してくださいね。うん、こんばんは。手頃な山なら高尾山どうですか。高尾山も手頃じゃなくないですか。高尾山って結構有名な気がするんだよな。結構しんどくないですか。確かお土産もゲットできます。そうなの。あ、599か。あ、599だったら手頃ですね。手頃か。これだったら手頃か。さすがに。ねえ。1時間ちょいぐらいで登れるの。うん。これはいい。これぐらいだったら全然いい。うん。そのなんかもう、3時間ぐらいかかる山とか本当にきついわ。あの時点で15時くらいで降下しなくても下山できなかったみたい。そう、あの時点で、もうなんか日が暮れようとしてる夕方の段階でもう富士山の頂上もうにいる時点でもうだいぶもう無理ゲーならしいけどね、あれ。うん、だいぶだってあの人自体がだってもう余命がなんかもう結構がんのなんかステージ4ぐらいの人だったんでしょ。うん、いやでもあれ生々しくてさ、いや本当にあの動画怖いよ結構。うん、ナトさんこんばんは。ガーコーさんのスピナーインのシミちゃんが復活してますよ。コメントお願いします。いや僕別に僕好きって言ったことないと思うんだけどな。ナトさん、まあ嫌いでもないけどね、当然好きでも別にないよ。でもまあ良かったわ、そのタカビじゃなくて。あの子は別になんか、そんなに嫌いじゃないから。うん。特別好きでもないけど。まあ見ないけどね、別に。やり始めたところで。いやーでも、ああいうのおじさん好きそうだよな、ああいう子な。おじさんがやっぱ多いからさ、ドラケウォーク。もう女の子とあればもう見ちゃうんだからさ、みんな。ちょろいもんだよな、ほんとに。ちょろい。ちょろいもんだよな、みんなな。うん、金の力でせいせい言うまでいけますよ。あ、そうなんだ、富士山。へえ。ナトゥさん、面白いです。あ、本当だ。2ヶ月ぶりぐらいか。うん、よかったよ、タカビじゃなくて。うん、やべえ、今、癖でさ、ドラケンウォークタカビって検索しちゃったよ。誰も出るわけないのに。女性配信者、ひらがな2文字の人以外見てないですね。いや、その、ひらがな2文字の人が一番見なくていいんだけどね。正直。一番見る価値のない人なんだけど。ひらがな2文字が。うん。一番しょうもないんだから。ドラケー界隈で一番しょうもないんだ、しょうもない動画といえばあの人なんだから。うん。孫うことなき。ハカビは殿堂入り。うんぱちさん、ありがとうございます。本当に面白いのはコメント読むのが上手なガーコーさんです。ね。ちょっと持ち上げられるとどういう反応していいか分かんなくなりますね。タカビーさん、誹謗中傷されて弁護士に相談してるから覚悟しとくみたいな動画見たことあります。怖っと思いました。ああそう、あの人気強いよな、本当に。うん、でもさ、誹謗中傷ってさ、そりゃさ、その、なんだろう、その矢面に立つ以上さ、
誹謗中傷やっぱある程度そのありきのものとして考えとかないと無理よね。その誹謗中傷絶対許すまじみたいな人はさ、やんない方がいいよ本当に。絶対いるんだから。うん。まあだからといって誹謗中傷が良しというわけじゃないけど、まあ、絶対悪いけど、いちいちそこにねこう目くじら立てるよりも、もう無視しちゃった方が絶対なんか楽だと思うんだけどね僕は。うん、キリなくない？そのいちいちその誹謗中傷を相手にしてたら無限に湧いてくると思うんだけど、ぶっちゃけその規模によるけど、まああの人別にそんなに規模大きくないからまあ対処できるのかもしれないけどね。マスクで隠してるとその部分を自分の好きなタイプに脳内で変換してくれるみたいですね。ああ、そう、陰の趣味ちゃんとか、そうね、うん、まあ僕もそうね、うん、なんというか見る価値がないことを確認しに行ってしまうです。わかるそれ。老家さんのそのコメントめちゃくちゃ共感性高いけど。すごいわかるわ。そう。で、あれだよね。動画を見終わった時に、あ、やっぱ価値なかったなってやっぱ再確認できるんだよね。やっぱしょうもなかったわ、みたいな。やっぱ俺は間違ってなかったみたいな。だけどその再確認をすることで10分ぐらいの時間を無駄になるんだよね。うん。学校さんの話してる内容でどこがおかしいかとか指摘してるだけで誹謗中傷じゃないんだな。そう、俺のはレビューだから。そう。誹謗中傷じゃないですからね。うん。何の根拠もなしにこのなんか、バリ雑言をこう投げかけてるわけじゃないからね、暴言を、うん、それはちょっとやっぱ勘違いしないでいただきたい。学校さんはもともとむき出しプリティだから言いますむき出しプリティフェイスだからね、うん、誹謗中傷のラインって難しいですね。そうね。いや、俺もね、最近それすごい考えるというか、どこが線引きなんだろうってさ、やっぱこういう人間性だからさ、僕自身が結構さ、批判的なことを多めに言うじゃん。まあ、悪口みたいなことをさ、そう。だから、どっからが良しで、どっからが悪いのかが、その、すげえその線引き難しくて、そうそうそう。自分では一応さ、線を引いてるつもりなんだけど、それが果たして合ってるのかどうかも分かんないから、うん。一応自分の中でのルールは設けてるんだけどね。その悪口というか批判をするにあたって、それはダメだよね、みたいな。そこまで言っちゃうと、誹謗中傷だね、みたいな。これは、なんか、ここまでは OK みたいなのは、自分の中では、一応、儲けてはいるんだけどね。うん。でも、ほんと難しい。その、誹謗中傷のラインは。その誹謗中傷のラインをあまりにも下げすぎると、今度何も言えなくなるし、うん。上げすぎると、今度何言っても良くなっちゃうしっていうので、これはね、ほんとなんかね、なんか、おのおのの感じ方になっちゃうよね。うん、受け取り側の、聞き手側の、感じ方によっちゃうなっていうところはあるわ。そのたださ、これが一つ難しいのが、僕は悪口とか、あ、違う、誹謗中傷を言ってるつもりがなくても、その例えばさ、そのじゃあひらがな2文字の人がさ、いや、私はこれはあなたの言葉で傷つきました、誹謗中傷ですって言われちゃうとさ、それはそうなのかなってなっちゃうじゃん。この要は
いじめられた側の人間がいじめ、これはいじめですって言うといじめになっちゃうみたいな感じで、いやいや、こっちはからかってたというか、いじってただけのつもりなのになみたいなの感じとよく似てると思ってて、そのやられた側がいじめだと思っちゃった時点でいじめだよねみたいなのと同じだと思ってて、そうだからこれは誹謗中傷、私は傷つきました、誹謗中傷ですって言われちゃうと、これは難しい問題だよね。こっちとしてはそんなねつもりなかったのにみたいな。LINE 下げると誹謗中傷で訴え合うような格好にもありますね。そう、受け手側がさ、そういう感じになっちゃうと、だから僕もね、下手なこと言えないのよ。本当は。いや、あくまでも僕のはレビューっていう形にしてるけど、やっぱ向こうにそう言われちゃったらさ、あとは、その、まあちょっといじめと誹謗中傷はちょっと違うのかもしれないけど、話が、まあでもさ、周りの人が見ている周りの大勢の人たちがさ、いやそれはこれは誹謗中傷じゃないでしょって大多数の人がジャッジしてくれれば、まあ相手方がさ誹謗中傷だって言い張ってもそれは通らない気がするけど、だからまあいじめとはちょっと違うのかもね、似ているようで。いじめ問題とは、誹謗中傷そこまでデリケートに扱うなら配信者ほとんど、詐欺罪を犯してる。そうね、いや本当それはそう、本当それはそうだわ、サムネイル本当詐欺多いからね、サムネイル詐欺、でみんなの時間を奪っていくみたいな、めちゃくちゃサムネイルだけ注意引きつけておいて、ほんと中身がクソしょうもないみたいな、ほんと多いね。でもまあそれについては、何も言えないよね、ほんとに。いや見なきゃいいじゃんで済まされちゃうねえ、いや見なきゃよくないっていう、炎上気にして言葉選びすぎると動画としてのパンチが弱くなるのがね、何かあったらいい意味でって付け加えればなんとかなりますかね。いい意味でってなればなんとかなる説あるよね、確かに。だからひらがな2文字の配信者の女性の方も、まあいい意味でマジでクソしょうもない、マジで中身がいい意味でクソしょうもないわ。マジで。いい意味でね。って言えば、なんとかなるよね、多分ね。ならないと思うけど。中身がほんと薄っぺらいから、いい意味でね。私の心は女ですって言って、がたいのいかつい黒人が女子トイレに入っちゃうような時代だからね、言ったもん勝ちな世の中。ああ、なんかそれあったね。そんなの俺もちらっと見た気がするわ。なんかそのジェンダーレストイレでしょ、それ。ジェンダーレストイレなるものでしょ。要はその男性用女性用ってトイレで分かれてなくて、共用トイレみたいな感じで、あ違うっけ。あ、それとは違うか、また。女子トイレだもんね。でもそれどうなんだろうね。それはさ、ダメだよね。いや、それはダメだよな。要は男の人が、その、私は心は女の子です。でも、体は男性ですっていう人が、女子トイレは入っちゃダメだよね。と俺は思うんだけど、そのちゃんと戸籍上で女性になってるんだったらいいと思うけど、やっぱそういう手続きとか段階を踏んでない状態で、心は女の子ですは多分通らないと思うんだよね、あらゆる場面で。ちょっと厳しいです、本当。それはさ、ダメじゃない。じゃあさ、スーパー銭湯とかさ行ってさ、いや心は女なんで体は
男性ですけど女湯入りますって言ってるのと同じだから許されるはずないじゃんそんなの。うん、YouTube を初企業って高く置こうとするなら課題広告とかで行政立ち入ってほしいです。まあ俺未だに YouTuber っていう職業はただのニートだと思ってるからね悪いけど YouTuber とかいうのも造語だからさ、はっきり言ってもうフリーターっていうかニートみたいなもんよ。職業と思ってないから正直。うん、海外だと高校の女子寮のお風呂に自称女子という男子生徒が入ったりしてるよ。だからダメだよね、そういうことが起きちゃうからさ、心は女の子は通らないと思うんだよ。うん、いやそのさ、なんだその性同一性障害の人とかの人もね、苦しみはあるんだろうけど、それはちゃんとなんかさ、そのじゃあ体をちゃんと性転換しました、戸籍上もちゃんと市役所に届けて女の女性になりましたって言うんだったらいいと思うんで、そういう段階というか手続きを踏んだ人だったら、何もしなくて心は女なんですはやっぱ通らないっていうか信用されないっていうか、うん、無理だよね。怖いじゃん女性も、そんなゴリゴリ男の体の人がさ、その女湯とかさトイレ入ってきたらさ怖いじゃん、どう考えたって。それは許されないと思うんだけどね。うん、小学生も女湯に何歳から入れなくなるとか県によって条例違うらしいですね。あ、そっか、なんかその県によってなんかルールが違うのめんどくさいよね。なんか交通道路交通法もそうじゃん、なんかイヤホンは片耳は OK だけどみたいな、自転車乗ってるとき両耳はダメで片耳 OK っていう件もあれば片耳もダメですみたいなのもあったりとかして、ちょっと話が逸れたけど、その県ごとに違うのややこしいわ、覚えらんないからね。いやでもお風呂さ、女湯のお風呂はさ、ぶっちゃけもう小学校上がったらダメでよくないもん小学校上がったらダメじゃない女湯は。まあ許されて小2ぐらいまでだと思うよ。もう小3ぐらいになってくると、もう男、バキバキの男だから。もう小3はね、もう男よ。めちゃくちゃエロいこと考えてるから、正直。うん。ダメよ。小3からはもう男。うん。戸籍と身体基準できっちりやるべし。そうだね。ほんとそう思うわ。ダメだよ、チンポついてて女湯入っちゃったらそれはダメでしょもう何でもありじゃん、チンポついてて女湯入っちゃったらさ、それでも心は女なんですは通らないよね絶対に。俺もそれやりてえわ、それが通るんだったらそれが許されるんだったら俺もやりてえぐらいだよ。いや心は女なんですっつっていやごめん、やりたくねえわ、すげえ白い目で見られるわ多分無理だ、俺耐えられないわその空気に。うん、無理。ただ法律は辞任が重要らしいですよ、他人がとにかく言うことではないみたいになってるのが面倒。いやでもそんなの許されるの、辞任は重要なのかもしんないけどさ、辞任もそうだけど他人も重要じゃない、ある程度自分だけに認められればよしだとさ、そういうこと多発すると思うけどね。いやーダメじゃない、それ法律がおかしいと思うけどね。チンポと聞いて戻ってきましただってもう表現方法がチンポしかないんだもん。辞任だけで戸籍移行できるようにしようとしてるんだって。まあでも戸籍移行はいいんじゃない、その条件があるでしょうからね、わかんないけど、そのどうなの、そのチンポついてて戸籍移行ってできんの、その女性になることって できないでしょ多分。無理だよね、そのちゃんと体の手術というか
そのある程度女性であるっていうことを認められる体になってから初めて戸籍移行でしょ。去勢手術しなくてもいいよ。ええマジで、マジで、えそれだとさ、えじゃあ俺がさっき言ったことが通っちゃうってことじゃん。その要は体ゴリゴリ男で心女なんですって自認してたら、で戸籍もね女性ですってなっちゃうのが可能だとしたらさ、女に入れちゃうわけでしょ。いえ俺それちょっと女性の人怖いと思うけど、かわいそうじゃないそれ。女性の人苦しいよそれは。いやそれはちょっとどうかな。俺が女性だったらすげえ嫌だけど、それは逆だったら全然ウェルカムだけどさ、そのさ女性の体の人がね、私男なんですって、自分の心は男なんです、でも体は女性です、でも戸籍変更しました、お得に入りますわ、これ大歓迎なのよ。男側からしたらこれウェルカムじゃん絶対に。どうぞどうぞ入ってきてくださいみたいな。だけど女性は嫌だと思うな。それはかわいそうかな。ちょっとその法律が憲法違反と最高裁で出ちゃいました。マジでそれちょっとどうかな。いや個人を尊重、辞任を尊重するってことか。すげえ。でもこれそのさ最高裁でそれ出しちゃったら今後めちゃくちゃめんどくさそうだけどね。氷川きよしはどっちですか。あれは男じゃないの。氷川きよしは分かんない。もうあの人はもう分かんない。俺はでも男が好きなんでしょあの人は。じゃあ女の子の女性なんじゃないの。分かんないけど、そうです。怖いでしょそれは。それちゃんとしてる当事者の人たちもかわいそう。そうね、ちゃんと体とかも全部女性にしてっていう努力をした人たちがなんかかわいそうというか報われないよね別に。それまあやりたくてやってるんだろうけど、それは当事者の人たちも。なんかそれは多少なんかリスクを犯さないとさ、その体を去勢しましたみたいなのがあって、初めて女湯入れるでいいと思うけどね。それちょっと怖い世の中だよ。カバちゃんになれば認める。そうね、カバちゃんぐらいになればもう余裕で認めるよ、あそこまで行けば。じゃあさ、もう女性専用車両とかも関係ねえじゃん、そんなこと言い出しちゃったらね。自分の心は女の子ですって通っちゃうんだったら、もうそういうなんかわけわかんない、その女性専用車両とかもう全然何の意味もないよね。正直何の意味もない。その映画のさ レリースデーとかさ、ねえ、私の自分心は女なんですって通っちゃうんだったらもう何でもあるやんってなるけどね。カバちゃんは、カバちゃんはだって努力の人じゃん、あの人。もう、あの努力はもう女性でいいよね、全然。いや、あそこまでやって、女性って認めないはさすがに、なんだろう。それは、それで問題だからさ。カバちゃんまでやればもう女性ですよ。まあ、ね、全然女性として見れないけど、俺は。言ってることは矛盾してると思うけど、いや女性であると認めることはできるけど思うことはできないっていう、この難しい境目ね。やっぱ女として見ることはできない、その戸籍上女性であるとしても、これはもうどうしようもない生理的な問題だから、女性の場合は何の手術して男になるんだろう。それはもうチンポつけるしかないんじゃない？わかんないけど。それしかない。いや、わかんないけど。人工的なものってあんのかわかんないけど。いや、でも女性はもう別に男に
女性はもう自分の心男ですでも通したっていいよね。その男側にとって何の不利益もないから、正直それで。その体をその男に寄せようが寄せまいが別に、その男側にとって別に不利益何にもないから、正直。その女性の人が自分の心男ですって言って、その男側に来ることに関して僕らは何にも思わない。思わないっていうか、むしろウェルカムだから。女性は卵巣を取るのが絶対条件ですね。あ、そう？胸だけじゃダメです。確か。あ、そうなんだ。きつ、それ。カバちゃん、玉2つ取ったら軽くなったって言ってました。 そんな変わんない、わかんないけど。チンポつけるかどうか関係なかった。あ、そうなんだ。いや、でもまあ、ちょっとそれはどうなんだろうな。難しい問題ですよね。僕、全然そのトランスジェンダーの問題は、なんだろう、僕当事者じゃないから、まあ、ああだこうだ言えるけど、実際その問題の、ねえ、さなかにいる渦中の人たちにとっては、これはもう、ものすごい問題だろうからね。生きにくいでしょうね。いやー、だからよかったわ。僕、その性格っていうか人格がさ、男で生まれてちゃんと女性のことが好きっていう、風になれて。じゃないと生きにくいもんな、まだ。昔よりは多少なんかその見方がさ、どんどんフラットになってきたというか、偏見が、ちょっと緩和されて、偏見がなくなりつつある。けど、やっぱ未だに絶対あるじゃん。どう考えたって。女子プロスポーツでも、もう一稼ぎできるんですよね。自認女子をすれば、どこかの国で女子代表になった男の人がいたりするから、あ、そうか。それもだから、うわ、難しいな。そのスポーツとも絡んでくると、いや、それちょっと難しい問題だな。それはそうね。いや、それはさ、なんか、それこそ本当女子で、てか女の子として生まれた人が本当かわいそう。だって骨格とか全然違うからね。そのいくらさ、男の人がさ、女子の体に手術、去勢とかいくらやったとしても、その筋肉のつき方とか骨の作りが違うから、なんか、まっとうに女子として生まれてきたアスリートの人がかわいそうだわ、それ。絶対勝てないじゃん。絶対的に勝てないから、それ。ダイバーシティでジェンダーフリーなテーマはもう問題なくこなせるチャンネルです。 だいぶ問題あると思うけど、だいぶ偏った意見になっちゃってると思うけど。中国の陸上選手でしたか？なんかすごかった。自認女子が無双する女子スポーツ。 いや、それでも笑い事じゃないよな。難しいね、そうなってくると。それはさ、難しい。それは、ルール決める方も大変だね。どっちに配慮するか問題だよね。その、自分の心は女の子ですって言ってる男の人の気持ちを尊重ってか、そっちに配慮するのか、もしくは生まれた時から女の子だし、で、女性アスリートとしてやっている人たちに配慮するのかみたいな。 どっちの択を取ってもどっちかが必ずその痛みが入るみたいな。でもさ、これさ、やっぱでも、ちょっと無理あると思うわ。その、自認女子。その、そこはなんか、もともとの女子の人と一緒くたにして、しちゃうのってどうかな。やっぱ大多数の人がさ、その、もともと女子ですっていう人たちの方が多いわけだから、
やっぱそのそっちに合わせる方が無難ではあるよね。うん、黒人男性が性転換して女子の大会出て物議になった。いやーそれそうね俺ごめん全然そのニュースというかその物議知らない、初めて今知ったんだけど、それはちょっと闇が深いね。あーそれはちょっと、要はだからあれだよね、ゴリゴリプロ野球選手目指してましたみたいな、でドラフトにもかかっちゃうみたいな人がいたとして、プロ野球からね、でその人が途中で、あ私女の子かもみたいなその気づくのがだいぶその二十何歳ぐらいから遅れて、あ私ここじゃない女の子だみたいな感じになって、いきなりその女子ソフトボールとかそっちの道に行けちゃうんだとしたら、それ無双するもんねそれはそれでなんか簡単な問題じゃないと思うけどな、本当にそれ生かしちゃっていいのみたいな。ガーコさんのチャンネルらしからぬ時事的な話題になっちゃう。これ時事なの？これってさ最近のニュースなの？これわかんないけど、全然ニュース見てないから。いやーでもこれはいたしかゆしな問題ですな。どの選択を取ったとしてもどっちかが必ず不幸になるというか、うん、辞任女子は論外だし、正規の手続きを得て女性になってもちゃんとした大会に出るならトランスの大会もしくは男性エントリーする。俺もそう思うわ、ちゃんと区分けすべきだと思うわこれに関しては。うん、辞任女子はね、俺もね、論外だと思ってる。正直申し訳ないけど。それが通っちゃうと、まあ最高裁で通ったらしいけど、それは最高裁ちょっと大丈夫かなと思っちゃうわ。なんでもありじゃん。それが通っちゃったらっていうね。で、ちゃんとそう、ちゃんと、その、正規の手続きして、体の問題とかもちゃんとクリアしても、それだったらそれで、ちゃんとそれ用の大会も作るべきだしね。うん。ちゃんときっちり、分けないとダメだと思うわ。その女子だけがいる大会に、その、ちゃんと手続きクリアした男性から女性になった人が入るのは、俺ちょっと、それはそれでちょっと違うと思うというか、うん。それではそれでかわいそう。もともと女子の人は。うん。相撲以外は女性でも良さそう。相撲ってか女性で相撲やりたいって人多分いないだろうね。わかんないけど、いるのかな、聞いたことないけど、未だかつて。女性で相撲の土俵に立ってみたいんですみたいな。うん。四股踏みたいんですみたいな人あんま聞いたことない。ちょっと前に LGBT 法が通った時に話題になりましたね。あ、そうなんだ。俺全然知んなかった。分ける。差別となるよね。いや、それ差別じゃなくて区別じゃん。それは。それは差別じゃないんだよな。そのね、差別と区別をね、その、分かってない やつがね、その、いちいちこの差別って騒ぎ始めんだよな、それな。いや、差別じゃないじゃん。これは。区別じゃん。差別じゃないって、それは。うん。分けるとこはちゃんと分けましょうねっていう話だから、うん、うん、じゃないと分けるとこ分けないとつまんなくなるんだよね。うん、区別区別、その差別と区別の違いがね、自分の中でこのごちゃごちゃになってる人が多いんだと思うわ。まあ俺もなってるけど俺もなってはいるけどじゃあ差別と区別の違いを説明してくださいって言われたら俺も分かんねえけど分かんないんかいってなるけど、うん、でも今さ差別と区別の違いを明確に説明できる人って何人いるんだろうね。
これ言葉にするのちょっと難しいよね。ちょっとググってみますこれ。まず区別と差別という言葉は似ているように聞こえますが、意味はかなり変わってきます。差別は人や物の取り扱いに差をつけることです。それに対して区別は単に違いによって分けることです。男性と女性では性別が違うのですから、さまざまな違いが生まれるのは当然なことです。ちょっと読んでみたけどいまいちは分かんねえな。だから男性と女性はで分けるのは、これは区別であるということですよ。うん、差別じゃない。持って生まれた骨格から来るパワースピードは違うからね。そう、全然違うからね。あ、女性相撲あるんだ。女相撲、俺初めて見、そんなあるんだ、マジで。分けることに合理性があるかないかのような気がします、単純に。まあそう、簡単に言っちゃうとそうなのかもね。いやー、その差別って言われちゃうとさ、難しいよねこれね。うちの一個がやってます。あ、そうなんだ。そうか。なんか男女平等問題になるとなってくるねこれ。男女平等的な話でいくとさ、なんか最近なんかさ、その X 見てて流れてきたけど、そのなんかまだなんかさ、なんかそのおごりおごられる論争みたいなのまだやってるんだね。なんかその深田栄美パターンではないけど、なんかなんだっけ、なんか有名ななんか YouTuber だかなんだか、その料理評論家の人がいて、でその人の連れ、その連れのお友達の男の人が、ちょっと女の子呼んでいいみたいな、女の子2人ぐらい呼んでいいみたいなことを言い出して、でそれでその人が、ああいいよって言ったのかどうか分かんないけど呼んで、でその女の子呼んだけど女の子の分は払いたくないみたいな。その有名な料理なんちゃら研究家の人は、女の子の分は僕は払いたくないみたいなこと言って、なんか論争が起きてるみたいな。区別されてわーわー騒ぎになるかどうか、どうかな気がします。あとお金もいねえもん。リュウジでしたっけ。ああ俺その人全然知らないんだけど、いやでもねこれね、俺ね、もうね、僕はリュウジさんの意見には結構同意なんですよ。同意、全然リュウジさんが悪いとは思えなくて、ただ唯一悪いと思うのは、だったら呼ばなくてよかったじゃんっていうとこだけ。その女の子呼んでいいですかって、もしそういう相談があったんなら、そこでもう俺は断ってる。もし払いたくないんだったらね。わかんないね。その、ね、もしさ、そのなんか港区女子とかいう生き物が俺とにかく嫌いだからさ、なんか払ってもらって当たり、おごられて当たり前みたいな類の女性がとにかく嫌いだから、ただの港区女子ですよね。録音までしてるし、マジで嫌い、本当に最低な人種だと思ってるから。申し訳ないけど、だけどその呼ぶ友達が一番なんかしょうもねえわと思ったわ、それに関しては。どうなんだろうね、まあ分かんないけど、
まあその女性たちが来て楽しめたんだったら払うしみたいなのもあるけどね。でも俺だったら言うわ。多分。ケチくさいからあれだけど。呼ぶ友達が一番ダメそう。そう。俺だからその呼んでいいですかってもし言われたとしたんだったらその時にお前が払えよって言うけど。先に俺は釘打っとくわ。多分俺は。俺だったら、いやいや、呼んでもいいけど、じゃあその呼んだ子の分はちゃんと気に払ってねっていう。後で揉めたくないから、ちゃんと、事前に言う。多分、まあそれが言いにくかったのかもしんないけどね。まあ飯の場でさ、まあそんな金の話あんましたくないんだろうけど、でも結局さ、こうやってなんかさ、なんか大問題になるんだったらさ、やっぱ事前に言っちゃっておくっていう方が、まあ、まあでもこんな問題になるとは思ってなかったんだろうけどね。最初にその友達がちゃんとするって決めてたらよかった。そうね。なんか、あやふやな、なんか曖昧な感じで呼んじゃったから、悪いよね。まあでもさ、女の子は別にそんなに悪くないと思うけどな。まあ、おごられて当然みたいな感覚なのがそもそも受け付けないけど。でもまあ、呼ばれてるわけだからね。呼んだんだったらダメだし、も呼ばれてる。その、お食事の場に呼ばれてるわけだから、まあ、払ってくれるよね、的な感じで来ても、まあ、それはしょうがないと思うけどね。それは。状況が状況だからね。ここ私たち払う場面じゃないよねって思っても、これは咎めないというか、このケースの場合はね。呼ばれてるわけだからね。だからその呼んだ友達が一番しょうもないわ。そいつがこんなにことを、ややこしくしてるというか 一番しょうもないんだと思うわ。来たいからまあ呼んでいいですか？じゃなかったですか？あ、そうなの？あ、何？その港区女子たちが来たいって言い始めて、で、呼んでいいですか？なの？あ、それだとちょっと話変わってくるね それだと話変わってくるわ。来たいって言ってるんだったら、あ、それはちょっと話全然変わってくる。うざいね。いや、うざいね、それ。港区女子もサイクルが早いから大変みたいですよ。稼げる期間が短いみたいです。なんかそもそもその稼ごうとしてる自体が気持ち悪いわ。その男にたかって。マジで気持ち悪い。港区女子とかいう生き物。超絶嫌い。見た目が綺麗なのか何なのか分かんないけど、本当に関わることはないだろうけど、本当に無理だね。有名人と飲みたい的な。あ、それだと話変わってくんな。でもさ、やっぱどう考えても、その連れの友達が本当しょうもないよね。だって、その連れの友達宛てに来たいってなったんでしょ？じゃあ、そいつが呼んでいいですかって、そのリュウジさんなる人に言って、オッケーもらったらさ、お前払えよって話なんだよね。でも、リュウジさんも、まあ、オッケー出さなきゃよかったよね、本当に、花から。呼んじゃダメって言えばよかった。でも、港区女子の話好きです。どういうこと？港区女子の話が好きってどういうこと？アメリオさん。どういう立ち位置なの、それ。港区女子の子が話すおしゃべりが好きっていう意味なのか、それとも港区女子っていう、その話題、その港区女子っていうテーマの話題が好きなのか、
港区女子って職場なんですか？全然、いや俺もよくわかんないの。最近なんかよく言われるじゃん、港区女子とか。なんか要はなんかその店に行かないキャバクラ的なね、そのフリーのキャバクラ嬢みたいならしいよ。うん、そのアフターとか何もないけど、要はなんか、あこれからカラオケ行こうぜって言って、でも男たちだけだしな、なんか女の子も呼びたいなって言って、でなんかその呼べるみたいな。結婚相談所にもパパ活卒業系の女子が流れてると言ってましたね。怖い、怖っ。もう結婚相談所とか行けねえじゃん。パパ活とか本当に気持ち悪いからね。まあ女性で生まれた強みを最大限生かしてるよね、でも。ねえ、うん。港区女子のテーマです。港区女子とかインフルエンサーとか自ら名乗るってどんな気持ちなのかなと思って。うん、痛々しいよな。いや、港区女子は別に、まあ港区女子って自分で言うのもまあ結構痛いけど、でも自分のことインフルエンサーって言うやつもっと痛いと思うから。自分のことをインフルエンサーって言うやつはね、さらに痛いと思ってるけど。だいぶきついよね。うん、関わりたくないよね。うん、30代後半とかになったらどう生きていくんだろう。ああそういう子たちね。いや本当そう思うわ。まあ地方にか田舎に帰るんじゃない。それしかないんじゃない。いやーでもそれ30代後半とかになったらどう生きていくんだろうってさ、まあ港区女子たちのことを指した言葉だと思うんですけど、でもさそれを言い始めちゃったらさ、今 YouTuber とかでそのインスタグラマーとか TikToker とかで稼いでる若者、まあ若者じゃない人も稼いでる人いると思うけど、その若さを売りにして稼いでる人ってどうするんだろうね将来。うん、だってどんどん離れていかない？例えばさ、まあヒカキンさんとかまで行くともう一生安泰だろうけど、あどうだろう、なんかイケメンとかさ、そういうのをちょっとブランディングして売ってる YouTuber とかいるじゃん。まあ僕もそうですけど、どうすんだろうね将来。だってさ、今売れてるけど50歳の YouTuber とか誰も見らんやろ。わかんないけど、木更津のハイパーウルトラインフルエンサーがまあね、僕もまあインフルエンサーなんですけど、そうなんですよ、賞味期限切れた時の振る舞いが気になるんですよね。でもさ、そうなる前にさ、なんかセカンドキャリアは考えてんじゃない？その次なる事業というか、やっぱ YouTube 以外のそのでも収入を得れるような柱立てるでしょ。うん、一度身についた生活基準って下げられないんですよね。大変そうみたいですね。貯金してる人もいるのかな。いやいるでしょ、貯金めちゃくちゃ貯金でしょ YouTuber なんてもんは。だって将来どうなるか分かんないんだから。うん、田中みな実とかチェックしてます。いや田中みな実さんはまだまだ大丈夫じゃない、まだまだ。いやあの人はいや相当金稼いでるから先々の心配なんかないでしょ別に。だってもう別に一生逃げ切れる分の財力はあるんじゃないの、さすがに。しかも綺麗だしね、あの人35歳6歳ぐらいなのかもしれないけど、今さ別に40歳でも綺麗じゃん。そのなんか昔の40と今の40全然違うじゃん。
なんか食べ物とかも変わってさ、そのなんか美容とかの仕方も変わってさ、で男も女もそうだけど、なんか昔の40と今の40って全然その若さが、見た目が違うんだよね、もう。進化してる。40でも全然いけるもん、俺。45、5、5ぐらいまで。まあでも見た目きれない。まあ別にもう見た目関係ないけど、僕ぐらいになると。こっそり自分イケメンを差し込む 田中みな実さんは実家が太いでしょ。ああ、そうなんだ。ジャンルは高ビーと同じに見えます。ああ。そうか。そうかな。まあね。そうか。高ビー。でも田中みな実さん俺鼻につかないんだよな。ジャンル同じなのかもしんないけど。高ビーはね、ダメなんだよね。ジジのサービスショット。ジジの。かわいいね。おっさんみたいな座り方してます、じじい今。なんでもか。じじ、今日おとなしいね。犬猫はどれだけあざとくても許せる、かわいすぎ。いや、わかるわかるわかる。この前さ、ツイッター、X でもつぶやいたんだけど、人間のさ、人間から出る咀嚼音は死ぬほどイラつくんですけど、猫がくちゃくちゃ言わして物食べてても全然イライラしないんだよね。むしろめちゃくちゃ可愛い。これは何なんでしょうね。わからん。この前さ、松屋行ってさ、本当にさ、くちゃらの人がさ、2個ぐらい離れた横に座ってて、マジでイライラしたわ。本当に。G ネム G おネームです。ジジ、咀嚼音の例え、めちゃわかります。なんだろうね、これね。不思議よね。いや、動物はやっぱね、なんかこの、やっぱ打算なしに
その動いてるからね、そのねえ下心とかないからさ、それなのかもしんない、女性配信者が動画伸び悩むと咀嚼音とかスイカゲームやるの好きですあ、そう、あ、そう、いや俺咀嚼音はダメなんだよな、男だろうと女性だろうと誰が出してもイラつくわ、マジで無理、聞いてらんないわ。まあまだ女性の方が多少寛容的になるね、男、おっさんよりも。男の咀嚼音はマジでもうイラつくことしかない。あ、俺女性の咀嚼音はそん、あ、でも嫌だわ、俺おばあちゃんがやってた時めちゃくちゃイライラしたわ、自分のおばあちゃんが昔そうだったんですけど、ダメだね、でも若い女性の人で咀嚼音が激しいみたいな人まだ会ったことないんだよな、それ聞いた時にどう思うかちょっと自分でも興味あるね、スイカゲームはなんかさしょうもないだろあれそのいや、やる分にはその長時間ねやれちゃう、楽しいは分かるんだけど、人の長時間見るのはなんかすげえ時間もったいねえと思ってきた最近、なんか時間 無駄だなと思ってきた人の見るのは、多分人間の赤ちゃんのくちゃくちゃも構わない、そうそう、人間の赤ちゃんの多分咀嚼音も多分気にならないんだよね、ああなかなかスイカにならん、あれスイカむずいね、ただ俺任天堂スイッチ持ってないからさ、スイッチのスイカゲームやれないんだよね、いやスイカゲームめちゃくちゃ流行り始めて今ちょっと落ち着いたのかな、みんなやるよね、みんなみんなやってるよ、プロのね麻雀うちの人とかもこぞってやってるし、 VTuber もまあこぞってやってるし、不本意に流行り物にすがってもがいてるところが好きですアメリオさん、なかなかあなたもなかなかのこの悪癖をお持ちですねなかなかこのどうしてこうねえねえ、なかなかいいじゃないですか、アミリオさん、アミリオさん人間らしいですよ、スイカゲームってアプリですか、まあ、アプリでもありますし、でもなんかみんながこぞってやってるのはスイッチ版、スイッチ版のスイカゲーム、なんか240円かなんかでダウンロードできるスイカゲームが流行ってる、ただアップルストアとかにもあるけど、なんかその本家のスイッチのスイカゲームとはちょっとなんか仕様とかが異なる、なんか果物の跳ね具合とか、そう全然違うんだよね、ほうほう、ありがとうございます、まあみんなあれなんだろうな、ネタに困ってる、ネタに困ってるというか空いてるんだろうな今の現状に、だからスイカゲームとか流行りに乗っかるんだろうな、まあ不本意ではないんじゃない、わかんないけど、スイカゲームやってる人って別に不本意でやってるっていう感じもしない、なんかみんな
みんながやってて流行ってるらしいスイカゲームっていうものがあるらしいぞっていうのをなんかちょっと聞きつけて巷で聞いて、あ、そうなんだみたいな感じで、そんな流行ってるんだったらちょっとやってみようかなみたいな感じでやってみたら、あ、案外面白いじゃんで多分配信してると思うんですよ。だから不本意とかではないと思うんだけど、だって別にスイカゲーム配信してるからってさ、チャンネル登録者数とか増えないでしょ。いや知らないけど、あんなもんあんなのはさ、今は女性パチスロライターとか女性プロ雀士とかグラビア系とかもチェックしてます。アメリオさんはちょっとなんか面白いな。あ、そう。暇ですね、アメリオさん。あなた暇ですね、さては。ね。時間を持て余してますね。いやでもプロ雀士のね、女性のね、プロ雀士の人は結構ほんと美人の人多いからね。僕の一押しの女性プロ雀士の人は、やっぱ高宮真理さんかな。高宮真理さん。時点で東條梨央さん。その次に二階堂秋さんとかが来るかな。めちゃくちゃ綺麗。ちなみに、岡田紗佳さんは嫌いです。嫌いっていうか、嫌いっていうのはちょっと言い過ぎだな。M リーガー36人ぐらいいるのかな。まあ M リーグ見てない人はピンとこないかもしれないですけど、 M リーガーの中で唯一好きじゃない M リーガーが岡田紗佳さんですね。他全員好きですけど、まあでも麻雀あんまみんな知らないかね。M リーグとか見てる人います？ちなみに僕毎日見てるんですけど暇すぎるんで毎日見てるんですけど、まあ今日はねたまたまやってないから、そう今日 M リーグがないっていうのもあって配信してるんですよ。これ M リーグがあったらまだ M リーグ放送してるから見てたんですけどね。今日の始球式に元セクシー女優の方が登板されて波紋を呼んでるとの、あ、それなんかチラッと見たわ。三上さんだっけ、三上ゆうわさん、ゆうわでいいんだっけ、まあ僕も何回かお世話になってますけど、何が問題なのあれ。いや知らないけど、ちょっと調べてみるか。何が問題になってるのか分かんないんだけど、ちょっとツイッターで調べてみるか。外国の野球の始球式みたいです。まあいいんじゃない？何が問題なのそれの。いろいろ議論が起きてますが、オファーをくださったお仕事に対して、できる限り最善を尽くしてやらせていただくことが私のお仕事だと思ってますので、それ以上言えることはないです。別に何も問題ないんじゃないこれ。何がダメなの。子供がたちがいっぱい球場に来てて、どうたらどうたららしいです。ん？子供たちがいっぱい来てて、何がダメなの。何？元 AV 女優だからってこと？それこそ差別だろ。それこそ差別じゃない。何それ、それで騒いでるやつっていいじゃんね別に。
何がダメなのか俺にはよくわかんないんだけど。あ？どういうこと？子供に見せたくないってこと？三上優和さんを？あ？何が問題なのか俺には全然理解できないけど、今のところ。子供の教育に悪いってこと？ちょっと意味がわかんないですね。それこそ職業差別じゃんね。そういう差別はいいと思ってるんでしょう。いや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 ってね、これこそ差別だろ。こういうのをなくしていかないとダメよ本当にマジで、多分そうかと。子供に見せたくないと。いやいや、それはちょっと違うだろう。よくわかんねえわマジで。それは別に子供知らんやん。知ってんのかな今の子供って。ませてるから。三上優愛さんが出てくると、あの子、あの人 AV 女優だって なってもそれが何なのって話じゃん。これちょっと三上優愛さんかわいそうだな。何も悪くないじゃんこの人ね。えこれはちょっとイラつく問題ですよこれはこの人全然悪くない、悪いのはこれでなんか騒いでるやつらが問題なだけだよ、ねえ。その無理じゃん。しかもその子供に見せたくないものがあったとしても、その性教育でね、今もう携帯とか触っちゃうとさ、すぐ見れちゃうんだからさ、その三上優愛さんの始球式を見せないことを規制したところで別に何も変わんないわけだからさ、何細けいことぐちぐち言ってんだよって話だよね。これはかわいそうだわ。もしそういう問題なんだとしたら、俺全然分かってないけど、それは差別だろう。ジャニーズ食べてるからジャニオタが騒いでるんじゃないかと。あ、そうなの？よくわかんねえわそうなってくると。なんなの？ジャニーズの人と何セックスしてるからそれが何がダメなの？よくわかんねえわそれ。しかもそんななんか決定的な証拠とかもないわけじゃん。憶測でしょそれも要は。ファンの中では有名なのかもしれないけど、まあ憶測の域を出ないからね結局。日本の親御さんたちは未だに子供はコウノトリが運んできたとか言ってる人多そうだからまあいいよそれでも。別にそれ3歳ぐらいまではそれでも。でもさ、いつかはちゃんとした性教育をしなきゃいけない時期が絶対来るし、じゃないとそれこそちゃんとした性教育を早いうちから知れば知ってるほど、そのね、避妊のこととかさを教育して いかなきゃいけないわけだからさ、遅かれ早かれ。別にいいじゃん、いいよ、何にも問題ないと思うけど。別に三上優愛さんが始球式に出ても、むしろそのね、そのことがきっかけで避妊とかに対するその知識が深まって、なんか相手の女性の人を傷つけないね男性の人が増えたりとかするかもしれないからね。そのゴム常備は男のマナーみたいなね認識が広がっていくことは全然悪いことじゃないしね。むしろいいことなんじゃないかとすら思えてくるよ、三上優愛さんが始球式を行うことによって。コンプラコンプラでテレビ面白くないですからね。だからテレビなんかもう見てないっすよ正直。クソつまんねえ。まあ僕唯一ダウンタウンさんだけは見たいんだけど、そのダウンタウンさんをテレビで見ようとすると余計なその不純物まで見なきゃいけないからわけわかんないその若いタレントとかさ、
そのねえその俳優とかさ、ひな壇芸人みたいなのも見なきゃいけないじゃん。それが視界に入り込んでくるのがちょっとやかましいから、イグジットとか見たくないわけよ正直まあイグジットさんに何の恨みもないっていうか、まありんたろーさんは別に全然嫌いじゃないんだけど、そのあのピンクの髪の毛したやつはあんま好きじゃないから申し訳ないけど、うん、あの人だいぶやばいっていうのはもう周知の事実じゃん。だからそういう人が映り込んできちゃうと不愉快だから見ないんだけど、テレビは、うん、水曜日だけは見てます。ああ、水曜日のダウンタウンね、うん、俺もそれだけは見たいんだけどね。でも今日水曜日だよね、うん、そうね、うん、そんなことが問題になっちゃうの？三上はさ何もできないじゃん、この人。じゃあお仕事かわいそうに。いやー、どうかしてるよね最近の世の中。うん、それはさ、なんかおのおのの家庭がさ、その子供にちゃんとさ教育していけばいいだけの話であって、そのなんか周りを変えようとすんだよな本当に、うん、自分たちがさその子供とちゃんと向き合って教え込んでいけばさいいだけの話じゃんこれ三上優愛さんの問題に関しては、うん、ちょっとよく分かんねえわ俺、これが問題になってるっていうこと自体が。ちょっと応援したくなっちゃったよ俺、三上優愛さん。俺全然好きでも嫌いでもなかったけど、うん、うん、ちょっと頑張ってほしいね、こういう恋に負けないでね、うん、これはひどいわ。ツイッター見てるとな、その見たくないなんかニュースとかさ話題が流れてくるからさ、これもなんか X もなんか良し悪しだよねこれ正直ぜひ阿部美加子ちゃんも応援してくだ。阿部美加子ちゃんって誰？阿部美加子って誰だ？阿部美加子ん？ん？俺知らないかも。誰ですか？ユーチューバーなんだ。ん？あ、元 AV 女優の。全然知らないわ。俺初めて見た。僕 AV 女優に関しては詳しい自信あったんだけど、めちゃくちゃ詳しい自信あったんだけど、全然知らない。まさかこの AV マスターの俺を、差し引いて知らない女性の人がいたとはな。うん、誰よりも詳しい自信あったんだけど知らないっすね、うん、今はでも YouTuber なんだね。何年もモンストの公式イベントに出てるガチ勢。あ、モンストをやってる子なんだ。なるほど、なるほど。そうか。まあ僕自身がモンストを興味ないから知らなかったっていうのはあるね。うん。ちょっと後で、この人の過去の AV、動画見てみようかな、うん、そっか、うん、まあこの今でもさ結局その
AV 女優っていう職業に関し対してやっぱどうしてもこの偏見があるからね、世間の目から、世間の目的に言うとね、やっぱ難しいのかもね、切り開いていくのは。あんなにガチャ引いてたのに。まあそういう意味で言うとやっぱ応援したいよね、頑張ってくれほしいね。まあ僕がモンストやってたら、まあもっとなんか、なんだろう、その情が入りやすかったのかもしれないですね。阿部美加子ちゃんか、やばいな、もう3時間経っちゃった早いな、見切りをつけるの早すぎですよモンスターいや違う、モンストに関しては俺何回もチャレンジしてるんですよ。あのね、1回目はその友達に誘われてやってみて、で1ヶ月ぐらいしたらもう飽きたというかもういいやってなっちゃったんだよね。でまあ2回目ぐらいも誘われた時があって、まあじゃあもう1回やってみるかっつって、やったんだけどやっぱダメでで動画でその3回目やってで見て、でその動画でなんかルシファーだっけ、ルシファーってのがいて、でそれ引いちゃったらやっぱ満足しちゃってでやめちゃってっていうので、もう3回ぐらい やったりやんなかったりはしてるんだよね。だから食わず嫌いとかじゃなくてちゃんとやった上でなんか僕には合わなかったんでモンスターに関しては、やっぱあるからね、人それぞれやっぱ合う合わないっていうのはね。モンストはやっぱどうしてもなんかそのなんだろうな、ゲーム性は面白いかもしれないけど、なんか スケールの規模感の小ささがなんかあんま好きじゃなかったというか、やっぱ僕結構 RPG とかその冒険、なんか壮大なフィールドを冒険とかそういうのが好きなのよ。だからモンストで言うとさ、あのなんか小さい画角の中で収まっちゃってるじゃん、全部のその起承転結が、あのちっちゃい画角の枠組みの中でなんか全てが収まってるから、なんかねああいうゲームだからあんま好きじゃないんだよ。ぷよぷよとかもそうだけど、なんか冒険感がないなんでワクワクがないっていうのかな。やっぱ僕勇者だからさ、根っからの勇者だから、新作の書作がなかなか続かないみたいですね。新作の書作俺全然知らないけど、なんだろうね、そりゃもう今書作相当もう厳しいでしょ、市場として。モンストスケールストーリー全くないですか。そう、俺だからストーリーとスケール両方ともさ重視したいタイプだから、まあもうでもソシャゲにストーリーはもう求めないって決めたんですよ。しょうがないじゃん、全部しょぼいから。でモンストのね、あと何が嫌かってね、やっぱスタミナ制度ってとこだね。スタミナがあるゲームねダメなんですよ。もう俺そのドリランドの時にもう味わい尽くしちゃって、スタミナがあるゲームはどうもね、やっぱゲームはさ、なんかやっぱ自分がやりたい時に好きなだけ遊べるっていうのが僕の中で大前提としてのそのゲームの概念だからさ、そのスタミナがある以上そのやれる時間を決められちゃってるっていうその時点で、なんか俺ちょっとあんまりハマれないんだよね。でなおかつ自分がやりたくない時にもやんなきゃいけない気持ちになっちゃうじゃん、スタミナがあると。なんかスタミナがその上限いってて満タンで
やんないとなんか損してる気分になるのもなんか違うなと思っちゃって、そうなんかこれってゲームの僕が求めてるゲームの楽しみ方の本質からだいぶずれてるなっていう気持ちになっちゃうから、やらされてるになっちゃうじゃん、スタミナがあると。うん、だからダメなんだよね。で今のソシャゲってだいたいスタミナあるじゃん、だから全般的にダメなんだよ。引っ張って弾いて放つってゲーム性だけで10年君臨してるからすごいよね本当。でも最近のウォークも曜日や時間制限されてますよね。そうね、そうね。あんま好きじゃないこの流れ。そう、週末限定とかあんま好きじゃないのよ。千里子もそうだけど、そのなんかゲーム側に合わせなきゃいけないのがあんま好きじゃなくて、結局、うん、やっぱさプレイヤーが遊びたいように遊べる時間に縛られずっていうのがやっぱ僕ゲームのあるべき姿かなと思ってるから、まあソシャゲはだいぶ違うけどね。やっぱだから僕ソシャゲは全般的にもうゲームもどきだと思ってるから、うん、考え方として、うん、だウォークもねそれがねどんどんなんかね、あ、百式錬金もそうだけど100回限定とかね、ああいうの好きじゃないんですよあんまり。うん、メガモンの時間帯も多様性であってほしいですね。そう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 、結局そのこの時間帯にできるやつが有利っていう状況になっちゃうのがあんま好きじゃなくて、うん、そうだから深夜の方にその生活リズムが合っちゃってる人はさ結局ドラケーウォーク不利なわけよ。メガモンもできないし、うん、ギガモンも参加しにくいじゃんっていう状況だから僕自身が今、うん、だからね、そうドラケーウォークってゲームは好きだし面白いから続けてるんだけど、だいぶ僕とはその噛み合わないだいぶ噛み合ってはいない、うん、好きなコンテンツ少ないしね。俺ギガモンも別に好きじゃないし、高難易度とかももちろんやらないし、うん、メガモンの表彰台とかも興味ないし、うん、ただ心集めが面白くて、でその心集めをやっている過程で自分のそのステータスとかがね強くなっていって、その簡単に敵を倒せるようになっていくっていう感覚が好きなだけであって、うん、みんなそれに疲れてスリカゲームにたどり着いたんですか。そうかもしんないねそうかもしんない。スイカゲームだったらまあその画角が小さい、スケールが小さいっていうことだけを除けば僕が言った条件に全部当てはまるもんね。やる時間が限られないところだったり、うん、私も数年前まで接客やってたから分かります。ソシャゲのイベントと合わないんですよ。でしょ、うん、だからそれが嫌なんだよな。そのゲーム側になんか合わせなきゃいけないっていうのが疲れるプレイヤーとしては、うん、その最初は面白かったのよ。白猫とかの時ぐらいまでは新鮮で、その曜日ごとに分かれてて、その曜日ごとで得られるルーンが違って、それで成長できていくパネルが変わっていく違っていくっていうのが新鮮で面白かったんだけど、やっぱ慣れてくるとね疲れてくんのよそのシステム。その曜日ごとにこっちが合わせなきゃいけないみたいな。まあモンストも多分そうだと思うんだけど、なんか降臨が何曜日に来たりとかねあるでしょ。結局ああいうのが疲れちゃって、うんざりしてきて、でやっぱ合わないなってなっちゃったんだよね、うん、白猫の曜日ルーンは必死でした。そうあの時はね楽しかったのよ、新鮮でまだ斬新で僕の中では。そう、
でもやっぱ他を見てみるとさ、やっぱ白猫以外にもやっぱああいうなんかユーザーをさ毎日ログインさせるためのその手法として有効だから、その曜日ごとの限定っていうのは他のアプリもどこを覗いても大体やってて、っていうのに気づくとやっぱうんざりしたよね、うん、ああなんかみんな同じなんだっていうね、やり方が。ドンソクビルフリートで使って遊んでた。面白かったっすよね、あの時代。ビルフリート。あの一撃がめちゃくちゃ強いやつね。スキル2回ぐらいしか打てねえやつ。面白かったな、あの頃の白猫な。まあ今も今でやれば楽しいんでしょうけどね。ただあの頃の楽しさっていうのはもう二度と味わえない。うん、だからドラケーウォークもそうなっていくんでしょうけどね、今の楽しさっていうのは、まあ今でももうだいぶインフレしてもうなんか別ゲームみたいになってきたけど、でもなんか白猫みたいになんか全然変わり果てたみたいなまだ感じじゃないから、うん、いいバランスだと思うけどね。うん、3時間経ったか、早いな、今日も早かった。皆さんこの顔、もしこの顔をリアルイベントでね見かけたら、どうぞよろしく。僕はまだ最後の波ドレアムが残ってるから。いや、ドリアムもあるし、まだエスタークもあるし、まだ目玉はね、割と残ってるよ。うん。うん。まだレティスとかも出てないよね。意外と身長レティスとか。うん。も出てないしね。いろいろとまだなんか、要のところはまだね、残ってたりすんのよ。ウォークも。うん。まあ特にやっぱエスタークとダークドレアム。まあ俺特にダークドレアム大好きだから。ダークドレアムやっぱ出てくるまではちょっとやめれねえよね。ここまで来たったら。うん。わかんない。もしかしたら年始に大爆死してやめる可能性あるけど。年始に生配信して、年始で引退しますはなくはない話だけど。うん、ゼロ可能性ゼロではないから、うん、四天王の元締めもいますしね。あ、そうね、そうそう、この後のデイン属性の四天王が、まあ、ザンダークが来て、でその元締めね、四天王の上の存在ね、うん、年始天井は届きますよね。届く届く、だって今5万ジェムあるもん。あと1万ジェムぐらい余裕で溜まるでしょ、年始までには。その顔真似させてもらって近づいていきますね。やめてください。ピーロさん。もしかしたら110番するかもしれないんで。怖いからね。普通に近寄ってきてください。普通に。もし近寄ってくるのであればね。うん。それはもう、警察案件なんで。ね。で、今なんかさ、ツイッター、なんか X 見てるとさ、すげえんだけど、ほんと。このなんか、知らないけど、俺この人だ、あやなんだとかさ、しばゆうとかさ、てつやとか、なんかみんなこればっかじゃない？なんか、だるくね、これ。もうよくないか、これ。なんなん、これは。何を見せられてんだこれ、うん、どうでもよ、なんでこの千葉喧嘩的なのでなんか世間が騒いでるのかがよくわかんないけど、
通報は勘弁してください。X とトレンドがひどい。トレンドをして情報にたどり着けないです、うん、まあ俺トレンドほとんど押さないけどね、興味ないから。なんかトレンドに上がってること大体興味ないから。そうそう、でもね、嫌でも流れてくるわこれ。なんか東海オンエアがどうのこうのっていうの、うん、知らん。なんか LINE でやればよくねっていう。個人間でやればよくないっていう。なんかその世間を巻き込む必要なくないかっていうね。まあどうでもいいけどさ。ジジのサービスショットね、話題に書いたらジジちゃんのサービスショット、お眠です。ジジはん、でもジジね、お眠だけど、これ僕がねトイレ行ったりするとついてくるのよ。こんな眠そうだけど、だからトイレ行きたいけど我慢するんだよね。これ寝ててほしいから、起きちゃうから。見たことないんだよね、うん、眠たそうでしょ。これでもねトイレ行くと起きてくるのよ。まあそんなところかな。今日平日だしね、まだ水曜日だもんね、よく考えたら。まあ皆さん明日見てこれ、ジジのこれめちゃくちゃ無防備だけど、じっちゃんいた、いた、ちょっとじじおこですね、これかわいいよね。じじちょっとおこですこれ。足でちょっと手をこう遮られてます。うん、触んないで。めちゃくちゃ可愛いね、じじちゃん。まあ今日はもう話すこともないので割とね、だいぶ皆さんのおかげでお時間はね、経過させてもらったので暇つぶしにはなりましたね。娘ですね、うん、足でいます。いや本当子供みたい、うん、なんか3歳児ぐらいの感覚。お腹触られるの嫌がるからね、ジジ。うん、基本こういう時は、ただ触っての時はもうどこ触られても嫌がんないんだけど、だから今ツンデレメーターで言うとツンツンのちょっとご機嫌斜めぐらい今そんなにデレモードではないこれ。
動物って年重ねても子供のままなのか可愛いです。特に家猫とかそうだよね。家で飼ってる犬とか猫とか。そう。猫ちゃんはさ、その野良猫だとさ、もうどんどんこのその、なんだろうな、子供の感覚が抜けていって、野生で生きていかなきゃいけないから、その自立していって、警戒心とかね。育っていくんだけど、やっぱ家猫はね、もうずーっと子供なのよ。うん。その外敵がいないし、餌は出てくるし、ね。ずっと甘えてられるからね。ずーっと子供。学校さんもいつまでもプリティア。プリティアイズでいいです。プリティアイズって。ああ、こんなとこですかね、今日はね。いやー、楽しかったわ。で、次は、まあ、じゃあ日曜日かな多分ね。日曜日。もしくは、もう土曜日の当日帰ってきて、そんな疲れてなかったら、もう、配信するかもしんないです。土日どっちか。うん。うん。そうね。すいませんね。2週間に一度おじさんなのに乱発しちゃって。今日はもうほんと耐えられなかったわ。暇すぎて。うん。ありがとうございます。プリティアイズブラックガークを紹介。アイズと聞いたらもう遊戯王っていう思考回路がもう僕と同じなのよ。ゆうとさん。うん、はい、皆さん、もうお眠いでしょうから。まあ僕はまだまだ全然寝ませんけどね。むしろこっからが活動、本格的な、うん、あれなんで、うん。で、皆さん明日もお仕事、無理なさらないでね。頑張ってくださいわ。ごめん、言わないわ。無理をなさらず、無事にご帰還ください。お疲れ様でした。ピロさんお疲れ様でした。アミロさんもお疲れ様です。次回はホットなリアルイベントウォークの話題聞けそうですね。まあそうですね。まあ別に大したら多分、ことを言う、あれもないと思うけどね。別になんか、ないだろう。そんな話すこと。リアルイベント。言っても。お疲れ様でした。とりあえずね、生存報告はしたいと思うんでね。リアルイベントで刺されませんでした、みたいな。手取り12万さん、お疲れ様でした。めちゃくちゃ楽しかったです。いやー、ご期待に応えられてよかったです。はい、たまにはこういうね、ドラケンウォークと関係ない、なんか時事ネタ的なね。なんか世間の、ことについてね。まあ、だいたいサムネイルが、ドラケンウォークのことがあんまり入ってない雑談みたいなサムネイルだったら、だいたいこんな感じになるんで、ね、その辺の感じで、そういう感覚でよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。